はいもしもしあもしもしはいはじめましてはめましてお願いしますお願いいたしますお名前よろしいでしょうかえっとどうしようかなカトレアでお願いしますカトレアさんはいはいよろしくお願いいたしますお願いしますはいではでは初突なんですけれどもはい大丈夫ですはい初めてですはいお願いします初めてですもんね。 ませんちょっと緊張して <laughs> <laughs> ゆ,ゆっくりいしょゆっくりはい、まあ、全然大丈夫ですから、えー、まあこれ聞いた話なんですけどはいえっと元自衛隊の方が知り合いにいまして、はい、で、まあ、まあ同級生なんだけどそいつが、まあ、寮で寮というか駐屯地ですね駐、はい、屯地でまあ友達同じ部屋の 同僚たちと4人ぐらいで、うん、まあなんかだべってたみたいなんですね。はい、で、まあじゃあそろそろ寝ようかとなって、で、両脇にで2段ベッドが壁際にあるみたいで、うん、2> 壁2つで、2段ベッドが2台並んでる状態ですね。はい、で、まあ、寝ようかでそいつが下の段やったみたいなんですね。うん、で寝転んでて、 さあ寝ようと思ってまあ4人いるんですけど、はい、じゃあ上のやつがいかにバッと降りてきてそのままダダッと部屋から出て走ってったらしいんですね、はい、で何やと思ってでその残りの2人も何やと思って上見たらそいつがまだいたらしいんですよ、うん っていう話でんか 3, 3人はその2段ベッドの上のやつが降りて走ってったのを見てるんですけど、うん、で実際本人はまだ2段ベッドにいるっていう状態ですかね、うん。2人で寝てたっていう <laughs> あ。 えっと四人で寝てたんですね。ことはないですよね。一人連れ込んで。ああ、そうですね。それはない、ね、ないですよね。<laughs> そうですね。ちょっと、多分ん自衛隊の駐屯地なんで、厳しいところだと思うんで。<laughs> ねえ、そうなのしたら、多分もうとんでもないことになりますよね。そうですね。はい、<laughs> 実弾をたれてしまう可能性がありますからね。<laughs> そうですね <laughs>、うん。そうなのかな <laughs> はあ<ー>。で,でも、ま、うん。まあ結局。 何かも分からず、うん、っていう感じで一人多かったのかそもそもそ,もそ,<か>そこに一人ずっといたのかそうですねどうなのかみたいな、うん、それってその駐屯地にまあ言ったらまあ入隊 <laughs> な<の>退院ですねはい入隊するしてからどれぐらい経ってからなんですかねえーとねね確かね入隊して あの、訓練中ですかね訓練中で、まあ、そろそろ卒業やなみたいな感じで食べてたらしいんですねああなるほど時期的にはい、はい、あの、訓練を終えて <laughs> 配属みたいな感じであじゃあもうそれこそまあ言うたら研修というか <laughs> あーそんな感じですねでももう、はい、そろそろ一人前になってと旅立とうみたいなそうですねなんか、よう頑張ったな俺らみたいな感じで食べてたみたいで、はい、で まあ寝,よ寝ようかってなって、うん、じゃあいきなり走っててててってみたいな感じでなんか一人だけと見たとかやったら分かるんですけどはい、はい、だからその残りの二人、うん、合計三人見てるっていうのがちょっと気味悪くて、うん、あ中地ですよあ、ね、そうですねはい結構話あるんですよね あーそうですね他にもちょいちょい聞いたりはしましたね、うん、どこだったっけな僕も前の十津町前十津町ではい、はい、その駐屯地での話は結構ありますねあそうなんですかなんか変なでやっぱりそこのそれはもう研修じゃなくて配属された場所ではい、はい、先輩方とかにああ 聞いたか見たかとか <laughs> <ー>なんかあるってで実はねっていうような話をされたりっていうようなものがやっぱ駐屯地ではあって土地がでかいっていうものも理由としてあるのかそうですねなんかきま,そまあそいつから聞いた話だけなんですけど <laughs>、はい、結構安い土地を買ってるみたいではい、はい、まあ 疑く付きじゃないですけど、うん、みたいなとこも多いらしいですね。みたいですよね、はいうん。山の方で何かがあるみたいな話とかも結構、はい、や山近いとこ多いじゃないですかもち、まあ、ろん山にあるっていうようなのもあるんでなんかねこの間ちらっと何かの話 だったっけな,なんか場所探しててはい、はい、とある北海道のあんまり誰も行かないだろうなっていうような場所のそれこそそれも自衛隊の駐屯地に行く道があるんですけどああそうだなここの辺りで確かそういう話なんかあったなっていうのを見てたらちょうどその行く途中にどう考えたってどでかい廃墟があって。 これ絶対自衛隊の建物じゃないよねいかん違うよなこれはで,でも途中までストリートビューあるからあ車は通れるんだっていう手前のところからピタッてそのストリートビュー止まっててあこっから行けないんだえじゃあこれは敷地かいやでもこんなボボか <laughs> おかしいよねっていうところのあたりでその話があるっていうのでいろいろ探してたら。 その自衛隊のねみたいな話があって、これ別これ全然別件なんですけど、あれここのあたりかなって、だからやっ,やっぱなんかそういうのはつながってんのか,んんでか、ね、でもなんかその知り合い同級生がいた、中東地にはもうなんか。 指さすのもあかんぐらいの呪われた桜みたいのがある。みたいなんも聞きましたね。なんだそれ <laughs>。なんか。まあ、ま、軽く言うとなんか、ほんまに。年中咲いてる桜がある。って聞いて。で、もうほんまに咲いてるみたいなんですね。うん、年中。うんうん、でも。なんかそれを指さした。あれが。 まあの呪われた「桜やねん」みたいな指さした先輩とかがなんかその日に事故ったりとかっていうのがまあ多々あるらしくて桜っていうところがまたちょっと怖いですねちょっと怖い部分ではありますよねでなんかこの間の台風でそれなくなったわ みたいなのはちょうど聞きましたねわお天才には勝てなかったそうみたいですねはあ、やっぱりあるんだなでもそういう中の一つなのかもしれないですよねひょっとしたらあそうですね。今の話とかも,かもなひょっとしたらその、はいえー、どこどこ出身とかって多分いろんなところに行くじゃないですか多分 はいはいはい,はい、はい、まあそこで研修してあでも研修するとか決まってるのかで,、ね、でも各都道府県とかってまああるわけじゃないですか多分あずなんかもうえ選べるみたいですねその訓練が終わったら,、うん、らそうですねあどこ行きたいどこ行きたいってそうですねまあ <laughs> 通るかはわからないみたいですけど、うん、でも大体その都道府県の人たちで多分ガッて集められるんでしょう一番最初研修とかってあええー、そうですね それはもう全国でで一所だけじゃないですよ、ね、なあなんかポンポンあるみたいですね。でもその訓練するとこは。でこれどこ出身っ,ってあそこって言ったらえなんかあ<ー>って言われたりしたらやっぱ <laughs> あるみたいですよ。あるんですかねはい <laughs>、やっぱりその駐屯地ごとによって。駐屯地あるあるそう特色というか。<laughs> みたいなのは聞いてると。<laughs> あるみたいですね、はあ、何々駐屯地あるあるでなんか怖い話とかしてたら「すね、お前も?」みたいな「俺もそこ出身でさ」っつって<う>、はあ、ここの駐屯地はもうなんかちょっとぶっ飛んでるみたいなところもあればいやーでも本当それこそさっきの寮じゃないですけど普通の人入れない場所じゃないですか。 そう,ですね、そういう話は聞けるとありがたいですよね。そうですね、また。うん、なんかこう,そう、いろいろ想像しちゃうんですよね。はいはいはい、わ、うん、<laughs> かります。なるほど、いやこれはみたいな、うんで。それに付随して、なんかこう、つながったりだとかみたいなものもあるかもしれないし。はあい,い,、はい、いやいや、ありがとうございます、また。はい、すみません、ありがとうございます。はい、何かありましたら

今目の前にあるやつでいいですよ。ドレミでお願いします。何があるんだ？<laughs> <laughs> 楽譜がちょっとあって。ああ<ー>、ね、<laughs> はい。はい。これのもう発行会社ですね。どはい、ド,ドレミ。あ、ドドドレミドレミのドレミ、はい？そうですそうです。そうなの？<laughs> <laughs> そうですそうです。 はあドレミさんはいドラミじゃなくてよかったねドレミですねドレミですねドラミじゃないねドレミさんですねはいちょっと待ってくださいねはえ結構聞いてくれていらっしゃるんですかいやそうですねあのあの僕自体があのもう心霊話とかそういう不思議な話とかそういうの小さい頃からもうすごく好きで最近カナダさんのことを知りましてほうほうではい であのアーカイブちょっと聞き漁ってるんですけども今もちょっとお話なさってましたけども、はい、僕もちょっとどっちかって言ったら、まああのまあ、怪奇派と言いますかはい、はい、でそのような、まあ、不思議な現象っていうのはあんまり、まあ、信じてないんですけど、うん、そんな僕でも、まあえまあ、はっきりした体験がないんですけども、うん、まあそんな僕でもえこれ幽霊っていうか、まあ、そういう。 なんてんていうですかね不思議な能力っていうんですかね、はい、そういうのがもしかしたらほんまにこれあるんかなって思ったまあ話なんですよでえー、っと、まあ、先月なんですけど最近 <laughs> そうですそ、はい、うん、うん、ですであのある友人からですね、まあ、の突然電話がかかってきたんですね、うん、であの、まあ、その電話はあの取れなかったんで、うん であの後日かけ直したんですよ当、はい、まあ20年ぶりぐらいで,、うん、でものすごくまあ久々な友達だったんですよ。はい、であのまあそいつと知り合ったのがまあ中学生の時で,、はい、でその時からまあそいつすでにあの両親がいなくてはい、はい、でおじいちゃんと二人暮らしだったんですよ。はい、であの。 その時からまあ学校に、えー、の許可を取ってまあ新聞配達したりとかものすごくこう苦労してて、うんでまあ、うちの親もまあそういう子ですから、まあ、たまにそいつご飯に呼んであげなさいよとか言って、うん、まあ夜一緒にご飯食べたりとかしててですよ、はいうん、でもまあ両親がいないし、まあ、もう半グレと言いますかね。はい なんんていうですか、まあ、学校も6人出席しないで、うん、でまあ、そんな家庭環境なんで家族愛にすごく飢えてたと思うんですよね。うんうん、で、まあ、あのものすごい早く結婚して二十歳十九ぐらいでも結婚したんですよそいつ。はい、で子供も四4人いて。うん であのーまあ、すごい幸せそうにしてるっていう話だけは、はい、その友人伝いで聞いたりしてたんですよ。はいはい、でそのやつがまあ急に電話かかってきて「はい、でおおどうしたん久しぶりやん」って言って、まあ、話してたら,らそしたらもうもう第一声が「いやごめんちょっとお金貸してほしい」って言うんですよね。お<ー>であ、まあ、まあその久しぶりの電話で、まあ、お金の話って。 とかってちょっとまあ嫌やなんとか思いながらも「うんまあ、えどういうこと?」って言ったら「いやまあちょっといろいろあってちょっと離婚してん」って言ってその時のまあ養育費とか、まあ、そういうまあなんやらかんやらまあお金がいるって言って「もちすまでちょっと電話かけたいのすまん」っつって「お前しかもうちょ最後にもう頼るやつおらんかって」っつって、うん、まあかかってきたんですよ。うん でもまあ僕がその後日かけ,直しそのかけ直したその電話の時にもうちょっとそのお金の工面はもうその時ついてたんですよすでにはいはいはいで、えー、ついてたんでああまあなんとかなったわっていうんで、はい、あじゃあまあそっかじゃあまあ今度、まあ、まあそれはそれ抜きにしてまあ久しぶりにちょっとじゃあもうお酒でも飲もうよっていう話になったんですね、うんはい、でその電話からちょうど1週間 看護の話なんですけど、はい、で僕がそのやつのアパートへ行くことになったんですよ。もう離婚してるから、もうそいつこうあの一人でそのみんなと住んでたところから出ててちょっと安いアパートに住んでるんですね。はい、で、そこにあの遊びに行くことになったんですよ。<laughs> うん、で、まあ、お金にも困ってるようだしってことで、まあ、僕がもう全部その缶ビールとか全部こう買い込んで。うん 夜の12時回ってたんですすけど、まあ、到着したんですよ、はいはい、でそこであの、まあ、昔話ならやらなんやらしてたんですけど、はい、まあその確信の,そのまあ大事な離婚の話にな,るなったんですね。はい、でまあ「まあ、お前大丈夫?」って言ったらまあすごいその時はもうすごく気丈にはしてたんですけど、うん、まあやっぱりこうショック でまあ昔からその家族愛にはまあ人一倍憧れがまあ強いやつやったんでまあその離婚したってこともすごくまたそのショックもまた人一倍強くて、うん、で子供四4人も全部その、まあ、奥さんにもこうちょっと真剣取られちゃってたっていう状態で,で子供にももう会えないっていう状態でその話しだすとすごく暗い顔をしだすんですよ。うんうん で「いやもう俺を」って言ってもうすごくもう何もかも嫌になってさーって言って、うん、で「ちょっと一回俺死にかけてんな」って言うんですよ、うんうん、で「いやでは?」って聞いたら「いや首つったよね実は」って言って、うん、で「でも俺死にきれんかったんやわ」って言うんですよ、うん、それで「いや えどこでどこで?」って言ったら「うん、いやそこそこ」そこって言ってこう顎でこうクイックイってこうやるんですよ、うん、そしたら、うん、僕その話聞いてる時にそいつのアパートの,そのロフト付きあったんですけど、うんうん、そのアパートの,、えー、とそのロフトのはしごの一番下にこうもたれかかって話聞いてたんですけど、うん、そこの,のクイックイってやってるそのはしごの上をこうクイックイって。うん ってやるんで、えっと思って、上見て、立ち上がってみたら。<coughs> うん、実際傷が入ってるんですよ。<ー>で、その、そ、ロフトの上を、もうそこそこって言って、うん。そこによ。ちょ、ベルトでよって、首くくったんやわ、うんは、うん。って言うんですよ。で、もう、あかんかったんやんは。って言うんですよ。で、なんで。って。聞いたら。うん、なんか。いや。なんか、そ、その時は、なんか、革ベルト。 使ったったて言うんですよ、うん、でもね「切れるんよねカーベルトが」って言うんですよ、うん、でうーんって聞いてたらその1回目はその自分が今実際してたカーベルトをシュルシュルっと取ってで首をつろうとしてつってそれが、うん、あの切れたと、うん、2> で2回目は その押し入れのベルト、予備のベルトを取ってきて、うん、もう一回あの、首をつろうとしたけど、それも切れたって言って。うん、で、3回目、あの、いや、これじゃあかんっていうことで、うん、なんか、買いに行ったんですよ、わざわざ、新品の革のベルトを。なんてベルト <laughs> なんか、そこで、その、まあ、首つることに、ちょっと、なんか、<laughs> なんかあったんでしょうかね、うん、なんかわかんないんですけど、うんで、わざわざ買ってきてって言って、んで、うん、でそれで、 い回輪っかにしてで足でこうグイッて引っ張ってこれだったら大丈夫っていうその強度を足で確かめて、うん、でそれで首3回目首つったんやわって言ってそれも切れたんやわって言うんですよ、うん、でそんなことありえんのかって聞いたら「うん、いやホラー」って言ってこれ見てって教えから、うん、押し入れから出してくるんですよね。切そそうですそうでですす 三本見せられて、うん、実際切れてるんですよ途中から。うんうん、で、他の部分はその三本目に関しては他の部分は新しいんで、うん、ほんまにこう何ていうんですかね、こううそこだけビリッとこう破れたみたいに切れてるんですよ。三本目だけを。皮の部分がってことですか？そうですね。この金属の部分じゃなくて皮の部分が切れ,<な> <laughs> 切れてるんですよ。はあ、で、こんなことあるんやと思って言ったら、いやその三回目の時にって言って、はあ、あのー、その強度がすごかった。 まあ、新品なんで、あのー、1回目2回目と比べて実際そのこう意識が遠のいたっていうんですよ3回目の時にはい、はいはい、であのー、こうふーっと意識が遠のいてあ、うん、俺もう死ぬんやってその時思ったっていうんですよ、はい、でその時にその遠のく意識の中で、うん、おじい ちちゃゃんんんが出ててきたっていうんですよおじいちゃんはいその育てられたおじいちゃんがああおじいちゃんもそああはい,い亡くなってるんですけどはいはいはい一緒に暮らしてはい,はい、はい、そうですそうですでその時にもうすでに亡くなってるんですけど、はい、その遠のく意識の中でおじいちゃんがこうまぶたこう瞼の裏かなんかにこう出てきたっていうんですよねああそれで、あのー 何も喋らないんですけどそれであのパッて気付いたら俺はもうその床にそのうつ伏せになって寝てたって言って、はい、それで多分やけどおじいちゃんが「そのまだこっち来んの早い」って言ってんちゃうかなって俺はもう勝手にそうやって解釈してんのやって言ってだからそれを機にもうちょっと死のうと思うことはやめたんやって言うんですよ。はい であのその次の日ですよ、そういうその、まあ、自殺未遂をしたその次の日に両親、ずっといないじゃないですか。うんはい、で両親もずっとそのもう母,方は母親の方が行方不明らしくて、うん、どこ行ったか分かんないって言って、うん、でお,お父さんの方はなんか関東の方に なんか働きに出てるらしいんですよ風の頼りではって言ってはい、はい、でそのもうん十年も音信不通だった父親がその次の日に来たって言うんですよ家に <laughs> でえって言ってか住所は知らせてあったらしいんですけど、うんうん、家に来たって言って言ったらいや俺を昨日すっごい夢見てってその親父が言うんですって、はい、でなんか夢でなんか おじいちゃん出てきてよ」って言っておじいちゃんって言ったらその,ひそのお父さんですお父さんのお父さんが出てきてあの指さすんですってこうあの言っててでその指さした方向がその、うん、のなんか,、まあ、か関西の方向っていうんですよね、はい、でもしかしたらその息子に何かあったんちゃうかって,って、うん、でちょっと飛んできたんやって言って、うん、で仕事休んでなんか来たらしいんですよ、うん、でえそんなことあんねや っても話してたら「うん、いやお前よ」って言ってなんかそこういうまあオカルトとか,、まあ、どうかこういう幽霊みたいな話ちっちゃい頃からっていうか昔からまあ好きやったよなって言って、まあ、僕実際好きなんで今やから言うけどそう俺そういう昔からそういう体験実は多いねって言って、うん、でもう当時何も喋らんかったんやけども、うん、なもしそんな話して なんかそういう,こう変な目で見られたらもともとあんまり行ってない学校やのに余計行きにくくなるやんかってだから黙っててんって言うんですよ。うんうん、で,でそ,のその流れで、まあまあ、いろんな話になったんですよね。うん、で最近僕実はちょっと YouTube でまあカ,ナダカナダさんの話になったんですよ。 で俺,俺最近ちょっと YouTube でさちょっとあのカランタさんっていう人がおってその心霊話とかちょっと聞いてんねんって言って、うん、でもしそういうなんかそのととつっていう話もあるから、うん、ちょっとこう話し入れといと解,解けるかなと思っていろいろ聞いてたんですよそしたらなんかいろんな体験教えてって言って、うん、教えてって言っていろいろな体験教えてくれてたんですよ、うん、でそしたらあのー なんかいや実はさひょっとしてメモったいやメ,メモってはないです覚えてはいるんですけど <laughs> いやでもペラペラってしたからなんか,なんかメモったんかなっとは違います <laughs> 違います本気やんって思って今一瞬びっくり,びっくりした <laughs> はいでそれでなんかあのまあいろいろ過去の話教えてもらってたんですけども、うん、でその話してるときに「うん、いや実はよ」っつってなんかあの「この部屋にも出んねんな」って言うんですよ、うん で,でそれ言い出して「でえっ?」って言ったら「いやいやもうすぐやからもうすぐやから」もうすぐやからって言うんですよ。うん、でその時点でもう夜中のもう2時半ぐらいやったんですけど「うん、あのもうすぐ来るから」って言い出すんですよね。うん、でどういうことって言ったらなんか新聞入ったよりも前の早い時間帯に「うん、いや俺今新聞取ってないんやけど」って言ってその。 その部屋の,あのポストがこうカチャカチャって開く音がするって言うんですよ毎日。うん、っ,てっ,って言って「いや絶対新聞配達じゃないねん」ってでも外に誰かおる気配がして実際カチャカチャってそのパカパカって開,け開く音がすんねん」って言うんですよ。ね、うん、えっ、ー、ウと思ってたら、うん、ほんまにその音するんですよカチャカチャって。 僕がおるそのの部屋のちょうど僕あのドアの延長線上にまあ座ってまして、うん、でカチャカチャって右の方が音したんですよ実際にうん、うん、でパッて振り向いたらその物理的にこう上げ下げはしてないんですけど、うん、実際音がしてるんですよカチ,ャカチャカチャカチャって、うん、でこれ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 って言い出して、うん。 でもめっちゃ怖なってきてほんで「えこれ?」って言ったら「そうそう」って言って「これこれ」って言い出して、うん、であのー、なんかしばらくちょっと沈黙がついたんですよ、うん、でそいつがなんか僕のなんかう後ろの方を見てて「あ、うんはあ」できたわ。 って言うんで,すよ、うん、で「いやちょうどお前にその右の後ろに今立ってるから」って言うんですよね。うん、で僕も振り向いたんですけど何も見えないんですよ。うん、で「え何も見えへんけど」って言ったら「あこれこれ」って言ってその部屋に姿見があるんですけど「うん、姿見越しに見てん」って言って「うん、じゃあ見えるかもわからへんわ」。 ってて言い出して、うん、いやめちゃくちゃ怖かったんですけど、うん、こう姿見越しにこうパッて見たんですよ、うんで。それでも何も見えなくて「ごめんちょっと見えへんわ」って言ったら「あ見えへんか今ちょっと立ってんねんけどなおっさんが」って言って言うんですよ。うん、でもうちょっともうほんま怖くなって「ちょっとごめんちょっとめっちゃ怖いわ」って言ってその日。 あのそ,そ,あのその日はもうちょっとそういう話をちょっともう話そら,らしてちょっと昔話に戻したんですよ、うん、で怖くなってきてでそれで次の日が二人ともちょっと休みあったんで、うん、で次の日朝起きてあのお昼前ぐらいにちょっと起きたんですけどあの久しぶりにあの僕の実家二人で行くかって言って、うん、うちの母親にちょっと連絡するからって言ってはい、はい、で あのうちの母親に連絡したら「ああぜひぜひぜひ,ぜひ連れておいで連れておいで」って言うんですよ。うん、でそれであの行ったんですよ二人で。はいはい、で母親あのお昼ご飯用意してくれてまして、はい、で3人で食べたんですよ。はい、であのちょっと昔のこうなんて言うんですかねあの、まあ、昔の話もしながら「元気にやってた?」とか、うんうん、母親いろいろ聞いてるんですけど、うん、その。 そいつがなんかずっとなんかなんか食卓から階段が見えるんですけど、はい、そこをなんかチラ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 見てるんですよ。はい、で、まあ、僕それに気付いたんですけどまあその時は別に何も言わなかったんですけどそれ,それで食べ終わって、うん、でそれであの「じゃあちょっとこいつ送ってくるわ」って言って。 で母親はちょっと家に残して、はい、でそいつがまあ車の,その家の駐車場のところまで送って行ったら、はい、そいつが「いやよ」ちょっって「お前さ」ちって言って「中学の時からずっと言おうと思ってたんやけど」って言って「お前さ兄弟4人じゃない?」って言い出すんですよね。で僕実際3人兄弟なんですよ。はあ、姉と弟 とでも真ん中に僕なんですけど「はい、4人兄弟じゃない?」って言って「うん、なんで?」って言ったらなんかね階段の下にねなんか男の子ずっとねこっち見てんのよね、うん、って言ってうーんまあ変なこと言うなと思って、うん、でそれでそのあのもう,もうまあて言うんですか、まあ、さ,さよならってしたんですよね。<laughs> さよなら でその話を今聞いた話を、うん、母親に何と話にそ,とその流れで言ったんですよ。<う>いやあいつがさでそんなこと言うのよねって言って。って、はい、言ったら、うん、あのー、でお母さんにすごいなんか仰天してまして、うん、はい。うん、<laughs> でなんでか仰天しましてなんかあのー。 実はそのもう一人兄弟おったんやっていうんですよはいはいであの,その姉の上にもう一人あの実はちょっとおろした子がおるって言い出してはいでその子なんじゃないかなっていう話になったんですよね、うん、<laughs> で あもしかしたらほんまにそういうなんか能力あるんかなって、まあ、その時からちょっとこうだんだん思い始めてて、うん、でもしかしたらこいつマジでほん,ほ,んほんまにこれ見えてんちゃうかなっていうの思い出してて、うん、でつい先週なんですけど、うん、そいつまあちょっと深夜の仕事してるんで、はい、あの仕事終わんの遅いんですけど、はい、終わって電話かかってきたんですよ「はい、なんかラーメン食べたい」とか言って。うん であのーちょ「ラーメンちょ付き合ってよ」って言って「うん、でラーメン食べたいから」あの <laughs> って言って<え>あの来たんですよ家に。はいはい、で、あのーまあ、食べに行ってで家まで送って僕今ちょっとマンション暮らししてるんですけど帰ってくる時にあの駐輪場があるんですけど、はい、そこのまた横はんかまた見てるんですよ。 おうで「はあ?」って言って「またお前何見てんの?」って聞いたら「いやそこにねなんかねまたおっさん立ってんだよね」って言って「最近この辺で誰か死んでない?」って言うんですよ。うん、であって思ったんが実際そこの駐車場で、うん、この間練炭自殺あったんですよ。お<う>でもしかしてそれかなと思って。うん でちょっとまあ釜か,かけるじゃないですけど聞いてみたんですよ、うん、どんな風貌でって言って、うん、で聞いたら「なんかおっさんでちょっとなんか息苦しそうにしてるわ」って言うんで、うん、であじゃあそれかなと思って、うん、でその時はまあその帰ったんですよ、うん、で帰ったらすぐにそいつ家に着いて帰ったら、うん、LINE でまあメールが来て、うん あかんついできだわ」って言うんですよ、うん、そのおっさんが。うん、で「えっ?」て言って「いやその今俺の部屋に今いっ立ってるから写真送るから」っつって,って、うん「写真撮るから、うん、ちょ撮ってちょっとお前見て」って言われて写真送って来られたんですよ。おいおいでまあ僕その写真見ても何も分からなかったんですけど「うん、<laughs> ここに写ってんの?」って聞いて言ったら。うん いやこ,こ,こっち向いて立ってんねんって言ってこれ見えへんって言って言うんで、うんうん、はいその写真ちょっとおっ <laughs> 送ったりとかあえその写真あるんですかありますありますほう,ほ,うほう。これ出してもいいやつですかあいいですいいです <laughs> 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 ほう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 いいですか？なんかちょっとはいはい。はい、大丈夫ですよ。えーと。 どうすればいいかな <laughs> ?LINE で僕にチャットする感じでそこのなんかね LINE のえっと、はい、チャットの欄にえっとえ今これって LINE だよなえと、ー 言わ<と>ないんですね。えっと。はい、チャットのところの、あの、なんかや、山みたいな、し四角いや、山みたいなやつ。はいはい。そこをしたら、写真の、写真、多分、カメラロール、同期してるはずだから、それに出てくると思います。えーと。えー かな。ああ。う <laughs> <ー>ん？やり方がわからないです。<laughs> <ねえ笑>うん？あのー、山みたいなやつは押した？押しました押しました。ししたそうしたらカメラ写真出てくるでしょ？えー。 ど,うどこかなどこでどこでやるのこれん ?LINELINE ってスマホですか、はい、今スマホです,スマホ,ですスマホのこうチャットとかを打つところに、はい、あのー、チャットメッセージを入力って出てきますえー と出てこないです、ね。え、チャット、チャット打ってもらっていいですか？チャットもできないですね。え、チャットできない？え、今俺打ったよ。はい、え？俺今打ちましたよ。見えます？えっと、あ、はいはいはい、あ見えます見えました。でメッセージを入力ってあるじゃないですか。でそこの左、ね、左側に、うんうん。 はい。なんか四角い山みたいなところでポンと押したら写真のカメラロールが出てくると思うんですよ。わかりました。出てきて、はい、オッケー、オッケー、分、OK、かった。はい。<laughs> これです。<laughs> はい。おお、ほうほほ、はあ、ははあ、は。うん。はい、これなんですけど。うん。<laughs> そのね、か見えるひ、見る人見たら見えんのかなってちょっと思ったりするんですけど。うん。うん。 金貸してくれって言われにはゴルフバッグあるけどそれなんかそれなんか自分のじゃないみたいですそうなのうなの秋味的なビール的な何かも置いてあるけど金持ってねえの酒酒代ぐらいはんとかしないとね金借りる前にそれをやめろって話だねじゃあちょっとダウンロードしますよはい と保存しての開いてのこれかなあ,あこれだじゃこれ出しますねはいよいしょ,しょっとでっけえなこれよいしょ よいしょ。おいおいおい出ました。これなんかすげやな。なんかすごいな。<laughs> すいませんちょっとまだ入っちゃって。ないですね。これ <laughs> これですね、はい。はい。まあそれただの部屋のまあちょっと風景なんですけど、まあそこにまあこっち見て立ってるとか言うんで、うんうん、はい。 だ,だからそういうちょっと能力的なものがある人が見たらもしかしたらだってんのかなっていううーんどうやろう多分このど真ん中なんでしょうけどね <laughs> そうですそうですいると言われたらまあ、はい、いるのかもしれないしただ僕にはもうゴルフバッグしか見えない <laughs>。<laughs> <laughs> 最初それもちょっとそれがそれがそうなんかなとか思ったんですけどうん、うん、ちょっとはいまあね <laughs> じゃあ違うとか言うんでお,おかしなところは特にないかなうんっていう感じではないかなやたらめったらこのゴム的な何かが落ちてるのこれは何だってなりますそれは,それは、ま、マットじゃないですかねマットはいゴムゴム製のなんか敷き<や>マットみたいないやわ輪っかが落ちてんだけどこれは何だろうと思って。 こ,れはこの輪っかは何だっていう<ー>、うん、一人暮らしの男の家にしちゃなんかこうおしゃれなインテリアもあるなーってそれはなんかあの,その、まあ、別れた子その子供がまだ小さいんで一番下の子とかがたまに遊びに来るんでちょっと小切れにしてるみたいなことは言ってました。あ会えるんだ 今は今は会えるみたいですねあそうなんだ、はい、今は離婚したての時はちょっとあれやったんですけど今はもうちょっとはい会えるとか言ってましたねうんはい <coughs> 話初めて聞いたんっ一1か月前ですよねそうですそうですうんはいいや特にはうん,うんですよね <laughs> <laughs> この左側にあるい、ね、はい、その、まあ、ロフトかなんかの階段のところでしょうね、はい、多分ね。そうです、あのー、はしごはちょっとそれ、映ってないんですけど、もうちょっと左に、もうすぐはしごがあって、そこでちょっと、あのー、釣ったらしいんで。うん、はい、うん。いや、まあ、まあ、分かんないかな。気になるところは、ゴルフバッグ。はい <laughs> にはかいてその言うたそのうんドレミさんの家の近くで練炭自殺をされた方一緒についてきたと。はい、らしいですね。はい、ということは今じゃあ 2, 2体ぐらいはまあ少なくともいると。あらしいですね。深夜にカチャカチャしに来る人とうちの駐輪場の地下から行ったっていうやつがおるっていう。うん うん、ことは言ってました、ね、じゃあそ,それ以前とそれ以降っていう感じなんですかねその自ら命を絶とうとした時、はい、えー、っと以前以降みたいない何か感じるというか、えー、なんか見えるというかあいやそれはもうその知り合った時からそういうなんか何てうんですか体験は多かった,っった、ね、あなるほどじゃあも,う,そも,そもそういうような えー、そうです,をする人それを僕がもうずっと先月まで知らんかったっていうことですね。<ー>もう言わんかったのはもう、はい、さっき言ったみたいに特別視されてもう学校行きにくくなるの嫌やからって言って,、はい、言ってましでもいろいろ言い当てたりされたんでそれちょっとびっくりしたんでもうそんな。うん 母親も誰も言ってないって言ってたんで、うん、うちの姉も知らないって言ってたんで、うん、まあまあそうでしょうねはいでこうそれをちょっとだーって母親言ってたんでなんで分かんのかなって言ってたんで,、うんはい、でもしかしたらそういうの実際あるんかなっていうはい言うてでそのこの写真を送ってきたのが先週ぐらいですかそうです先週で,すで言うたらこの話って言ったらまだ進行形ではある,ゃあるわけでしょそうですねその <laughs> <laughs> そのまあついていったやつがちょっとまあどちょっとどうなるか分からへんっ,つって言っら俺,俺,俺は何もできないって言うんですよそのまあ,まあ言ったらそのこう払うとかそういうことはできないっていうんで、うん、ただそのそういうのが分かるだけって言っ,て、うん、言ったんでそのすんごい迷惑やわって言ってましたけどいらんわこんな能力言うて <laughs>。 まあそうでしょうねなおさらそれでなんか強くなったとかっていうようなものまあ動画あるかわかんないわかんないですけどはい。そういうようななんか死を決意してなおかつそのおじいちゃん出てきてでさらに親父までやってきてそうですねえ言ったらこの激動の一ヶ月なわけでしょそうですねいろんなもんがっていうかはいはい う今後、まあ、ね何かこう展開もありそうなはいそうですねまた何かあったらまたあのはい、ね、うんちょっとお, <laughs>、ね、お父さんは、まあ、もちろんさ多分家知ってるから来たんでしょうけど、はい、まあはい親父の方は <laughs> あのまあその夢におじいちゃんが出てきてそのまあ息子が危ない 状態になってるから行ったれみたいなそのまあむ,むそのまあニュアンスっていうんですかね、うん、それをまあ受け取って来たとは言ってま,まあ場所知らなかったら来れないですもんね、うん、それしまさかそれ知らなくて来たんだったらすごいことですからね、うんはい、<laughs> それこそ <laughs> それはさすがにその住所ははい言ってたみたいなんですけども、はあ、じゃあ繋がりはあったんですね、はあ、そもそも、ま、そうですちょ,っこちょっ はい、あのまああってはないんですけどそのメールでのやり取りとかうそういうのはしてたみたいですねうんまあちょっとねそこら辺はいろいろ複雑なんでしょうしねはい、はい、いやちょっとま,まあまあまたなんかこう本当ににんかこれ,これ映っとるっていうようなものとか送ってきたりしたらまたちょっとあわかりましたぜひよろしくお願いいたします <laughs>、はい <laughs> すみませんあのなんか話あの初めてでちょっとぐだぐだしいしていいんですよこれはまだ、はい、怒ってこうまだ言うたら、うん、ねえ 起こった出来事を言ってってるっていう段階じゃないですかまだはいはいそっからなんかこういろいろあったかなみたいなようなことでどんどんんかこういくのかもしれないですけどまあまあそんなもんっすよあそうそんなもんっすよわかりました久々に俺写真使った気がするありがとうございますいありがとうございます はいいらっしゃいませあもしもしはいもしもしはい音声いけてますかねいけてますあよかったよかったはい。初突<は>初突初突 <laughs> そうなんですよえーお名前聞いてもいいでしょうか <laughs> 名前はじゃあえっ、ー、とデリジョでデリジョはいデリジョーでデリバリーをする ええお嬢さんということですか。そうですね。でデリ嬢さんで。デリ嬢。ピザかな。ピザかな。ピザかな。ピザなの。デリ。んピザピザ。ピザかな。はいピザ。銀銀銀の皿かな。どれかな。どれやろ。いやいやいや。ではでは。はいえっとこえっとね。うん。 こ,うこの人から聞いた話人からっていうかあの某ホストの人から聞いた話なんですけど売れてないホストってあのこうルームシェアとか、ね、こう同じ店の人たちでしたりするんですよ。はい、でらしくてほんでなんかあのその、まあ、登場人物 A さんが一番後輩なんですけど。うんうん A さんが先輩の B さん C さん D さんと4人でこうルームシェアすることになって、うん、であのー、部屋を探してたら、うん、あのー、まあ南から近い場所でで 2LDK って言ってたかなロフト付きの 2LDK で、うん、で あのーまあ、家賃が多分普通やったら20弱ぐらいするんちゃうかなっていう広さらしくて<え>そうそうそう <laughs> 広さ的にそのまあ4人で住めるとこでロフトついてて、うん、で、まあ、まあ多分、まあ、まあ20弱ぐらいかなっていうところなんですけど、うん、こう、あのー、まあ部屋探してたそこがあって、うん、それが家賃がまあ10万ちょい。 10万円とかな10万ちょいぐらいめっちゃ安くて、うん、まあそのあたりであの、まあ、その広さでその値段って絶対ないぐらいの値段らしくてほうんでほんでゼロゼロ物件っていうやつうあう、ね、そうそうそう、はい、でほんで家具家電付き <laughs> <laughs> <お> <laughs> そうで、うん もう絶対何かあるやんって、ね、<laughs> な,なるじゃないですか。うん、でな、あのーまあ、不動産の人に絶対何か出るでしょみたいな言ったけど、うん、いやそんなことはないんでみたいなって言われて、うんうん、まあ男4人やしまあまあ出てもいいかみたいな、うんうん、<laughs> 感じで、うん、まあそこにしたらしくて、うんうん、ほんでまあやっぱりね住んでると。 こうちょっと怪現象みたいなこうほうほうなんか例えばこうソファーでリビングのソファーでちょっとこううたた寝してて、うん、こうふと目を開けると女の人が当たってて「うん、わ」ってなるじゃないですか。うん、あれこうお店やったっけい家やなみたいな感じで。うん、でまた「えっ?」と思ってよく見たらもういなくて、うん、っていう。 のこう先輩の B さんが風邪でちょっと高熱が出て仕事を休んだ日があって、うん、で、まあ、家で寝てたらしいんですけど、うん、まあドアが開く音がしてでそれで起きてあ誰か、ね、後輩のコーラがこう忘れ物でも取りに来たんかなとかって思ってたら、うん、まあ時計見たら全然営業時間中。 店がホストクラブが営業時間中やからまあ帰ってくることはない時間帯やってまあ忘れ物とかねしても取りに行けないような時間やったらしいんですけどで「おい誰か帰ってきてんのか?」みたいなこう聞いても応答はなしで「ああまあなんかあれなんやな」みたいなまあなんかちょいちょいそうやって女の人がキッチンにいるのをこうその。 いろ,んないろんな人というかその 4, 人4人中、まあ、3人ぐらいは見てたらしくて、うん、そうそうそうロフトの階段の下におったのを見たとかそうでほんでまあそんな物音がしたりその B さんがなんか女の子を家にちょっと寝た目ですけど連れ込んだらしくて、うん、で、まあ、家にこう通して。 まあ、キッチンのあたりを通った瞬間にも女の子が「やっぱ帰るわ」みたいな言って「うん、でなんで,なんで帰るの?」みたいな言ったら「いや女の人おるやん」みたいな「帰,帰るわ」ってって「いやえおらんよ」みたいな「うん、<laughs> いやお,おったし多分あれ人間じゃないからもうちょっと怖いし帰るわ」って言って <laughs> 帰りはったらしくて、うん、そうそれでまあそんなことが結構多々った であのまあえっとね A さんが一番後輩なんですけど、うん、まあそんなこんなででずっと住んどってで来る日の年末にこう A さんがちょっと出かけてる時に、うん、その先輩の B さんから電話がかかってきて「うん、おいお前何してんねん」みたいな「どこおんねん」みたいな「うん、あちょっと出かけてます」みたいな。うん えー、もういいから早く帰ってこいみたいな「うん、えどうしたんすか?」みたいな「いやもういいから」みたいな、まあ「まあ早く帰ってこい」みたいな「今すぐや」みたいな感じでこうちょっと怒り気味でねこう電話なんか理由も言われず切られて、うん、でまあ先輩やし帰らんなってなって帰ったらその A さん以外の3人が大掃除をしてたらしくて、はい、で,んでなんかテレビ台の下から。 こう写真が出ててきたらしくてそれが A さんが A さんがこう高校時代は広島で過ごしてた人でその広島のにおった時の彼女と撮った写真が出てきてで「お前これ見ろ」みたいな感じで見せられたらまあ おけちょっとどんなやつやったかは聞いたけど忘れちゃったんですけど、うんまあ、写心霊写真やったらしくてで「えー?」みたいな「お前なんでこんなもんこう広島から持ってくんねんわざわざ」みたいな「こんな写真すぐしてろよ」みたいな感じでめっちゃ怒られて、うん、で「えっ俺こんな写真」 こんななっっとったっけなみたいなのは A さん思ったらしいんですけど、うん、なんかまあ、撮った記憶はあるけどこんなんが写ってた記憶はなかったらしくて、うんうん、ほんでまあなんかその B さんが「お前もうこれ今すぐ燃やせ」って言ってて写真を。うん、で「あ分、のー、かりました」って言ってあのー、なんか校長室とかにあるようなでっかいガラスの灰皿。 あるじゃないですか。はいはい。あの、よくあの殺人現場で置いて、バーンってするやつね。そうそうそう、人殺せるような。いや、はいざ。ドン、ドンキー、え、一位ですね。そう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 。そう。あの灰皿があったから。うん。その灰皿に、の上に写真を置いて、ベランダで、こう。ライターで火つけて。燃やしてたらしいんですよ。であ、燃えてくなって見てたら。いきなり。 あのパリーンって灰皿が真っ二つに割れたらしくて<う>あんなでかいガラスの灰皿が、うん、もう表面もなんかもうその断面がもうピッパッピカなぐらい、うん、もうパキって割れたらしくて「ええー、な「うわ!」みたいな感じで急いで部屋戻って「どうせ先輩!」みたいな「灰皿割れたっす」みたいな。うん ー、はあ、みたいなあんなでかいの割れるわけないやんけみたいなってみたら割れてて、うん、うわお前やばいやばいぞこれみたいなの割れてるぞってなって、うん、なんかあの塩入れた風呂に入らされたらしくてとりあえずな清めとけ<え>みたいなロ,ロースト人間にされるのかな <laughs> 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 低温でじっくり煮られるのかな <laughs> なんかねこう <laughs> とりあえず清めろみたいな感じでめっちゃ塩 まあ部屋中に巻いて <laughs> <laughs> まあお風呂にも入れて舟熱からされて、うん、でまあその場はそれで終わったらしいんですけど後日そのまあ彼らがお仕事中にその B さんのお客さんの席にその A さんがヘルプって言ってなんかそのねあのこうお話ししてたらしくて。 でその話にその灰皿割れた話になってうん、うん、ででなんか女の子が「いやもうお払い行きいきや」みたいな「絶対あんた呪われてんで」みたいな感じで言ったけど「いやちょっとお払いまだいけてないんすよね」とかって,ってで女の子がなんかパワーストーン数珠みたいなつけ取って、うん、でなんかそのふざけてねその子が「ちょっとあのお払いもできないんでちょっとそれ貸してくんないですか」みたいな。うん 感じでおなかんか,あなんか、まあ、まあいいよみたいな感じでねこうそ,その A さんの手のひらにこうその数図をね置いた瞬間にパーンって数図が弾け飛んだらしくて<う>そのねあのゴムとかのやつじゃなかったらしくてそのひ,ひの部分っていうかそう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 ゴムとかでもない結構ちょっとしっかりした紐やったのに紐も,もちぎれてパーンって弾け飛んだらしくて。 そうわあみたいな <laughs> もう絶対呪われてるでって言ってもう絶対行った方がいいよみたいな、うん、まあ感じでも結局ねお祓いにはいかんかったみたいなんですけど、うん、まあちょっとしばらくそこを住んでまあみんないろんな事情があってこう結局別々で住むことになって、うん、今は元気に暮らしてるらしいんですけど、うん、そう <laughs> っていう。 お話です。<laughs> 今もいんの。<laughs> えー、今そこにいるんじゃないですか。すごいねそう。シェアしてるんでしょう。あ、じゃ、じゃ、もう今はいないです。あ、今いないんですか。うん、うん、うん。ああ。じゃ、今は<え>そうそう。いるんだったら、一人。<laughs> うん、うん、うん、もう、じゃ、どこ引っ越したっ,って。あ、じゃ、もうい、じゃ、誰かがそこに完全にはもういないんですよ。みんな引っ越しちゃって。 結構前の話ってたでであなるほどじゃあ誰かがそこに今いるかもしれないよねっていういやもうね多分みんな出て出ていっちゃってあいや全然関係ない人ああうん関係ない人多分いると思いますいやもうそれあるんでしょその <laughs> まあマンションは <laughs> マンションはまだあるって言ってましたよじゃあ何 <laughs> かしらまあ言うたらねそんなそういった、まあ、まあ量的な感じなのか分かんないですけど シェアとかで同じ職場とかあったりするじゃないですか。それが寮なのかその仲がいいやつらでシェアでもしようかっつってうん、うん、なんかやる場合もあるし、うん、な,なんかそういったようなのあるけど、うんうん、そうねなんかもう見えてる地雷というか。<laughs> そうそうそうねえそんなん。 <何>うん、家具家電付きで <laughs> ゼロゼロ <laughs> ゼロゼロでねえ20かでそう出ていく時もなんかお金いら,んいらんかったみたいな言ってた気がするいやでうん確かそうそうそう激ヤバ物件が <laughs> おお大阪 <laughs> 大阪そうですそうですかな、うん大阪 大黒鳥とかいうあたりですね。<laughs> <laughs> あれ、俺普通に知ってるぞ <laughs> <laughs> あ<れ>。あの辺はね <laughs>。あ、そう。そう。ほー。そうそう。<laughs> なんか不思議ですよね。うん。こうその写真がその家の例の仕業なのか、うん。ななのかっていう。そもそ,そもそも。 ね、うんでっかい灰皿が割れるのはよ、うん、よっぽどの熱だと割れるんんですよあそうなや、うん、<は>例えばあの今ガラスのああいうのってあんまないのが、うん、それがあの不審火でタバコ消してって、はい、もいっ,ぱい,いっぱい灰がこう溜まっていくじゃないですかタバコが吸い殻が。が<ー>ではい、はい、火消せてなくてちょっとじわ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 こう火が広まってって。 でそれで火が消えりゃいいんですけど、うん、ガラスだからある一定の温度になったらパンって割れることもあるんですってあへでそれで感じになるあは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 あからそのガラスのちょっとそういったようなものとかはもう、うん、で言うたってまあ社長室とか <laughs> うん、うん、で応接間とかにあるような高級なやつだったりするし、うん、それってもうあんま溜まってるところにこうね人呼ばないじゃないですか。 ガンガンで山盛りにね <laughs> 灰があってうわっておこちらですどうぞみたいな秘書がいてお前片付けろってなるじゃないですか。ねえ、ね、だからそういうのだからまあ普通に片付けりゃいいんでしょうけどそういったことがあったからあんまり家で使う人は少なくなくってきましたよねああそうなんや。は、うん、写真を模しただけでは なんかちょっと考えにくいっちゃ熱だから急な熱でそうなったかもしんうんうん、うん、れないですけどでもなんかねちょっとこう不思議やなっていうその数珠が弾け飛んだのも、ね、なんかお怒ってんのかなみたいなね、うん、解釈もできるしうん。 まあそ <laughs> おそらくそのそ,それと考えづける、まあ、かまあ考えるしかないことがもうね全部起こってますし、ねうん、そうそうその一連の流れがねその部屋で行われてるからそこが単なる普通の本当にもう、まあ、4人ぐらいとかでシェアできる、うん、大きい部屋で、まあ、月も20万ちゃんと取って敷金うん、うん、礼金23か月分みたいな。 新築マンションすごいタワーマンションでとか,ーとかでそんな怒ったら「えなんで?」ってなるかもしれないけどもう,、うん、いもう見えてる時代だからそれ言われたところでなんかいるって言われても <laughs> 頭がこうその女の子には「えー、マジでいやそんなんないよ」って言えるけど、うん、頭のどっかで「いやでもな」って。ねそうそう,、ね、そう,そういや、うん、まあそういう感じの家

有名じゃなくても乗ってるからね、あれ。そうですよね。うん。ただ、俺が知ってるところは乗ってなかった。ああ、なんか結構昔すぎると乗ってないとか。そうでもありますよね。あ、そう、最近でも。あの、多分10年ぐらい。ああ。ええ。で、そこ乗ってんのに、ここ乗ってんのっていうところがあったり。ああ。 前にも言ったんですけどうん、うん、まあまあ放送で言ってたんですけどあの僕が実家に2年ぐらい前かな、うん、帰った、えー、ちょっと前にうちの近所で,うん、うん、で亡くなった方がた火事で,、うん、でそれが僕のおかんとか僕もちょっと顔見知りだったんでああそうなんやって思って<ー>で何で の表紙で、そう帰ってきてその大島テルをなんか見る機会があって、あ、うん、いやまさかなって思って見てみたら乗ってたんで、ええー、すごい、すぐ乗るやんって思って、すごい、うん、そういう別にそんな、えー、ニュースにもなってないような地元ニュースでしかわからないようなものとか全然乗ってますからね、あ<ー>うん、へえすごい、じゃあ<う>もしかするとね。 また聞いてみてうんまあね,ねワンちゃん乗ってたりしたらあそういう事件があったんだとかうん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 、うんま、しねまし空でるわみたいなねそうそうそうもしかしたらその過去ここではあったけどできた時代とどうん、なんかそれはあるのかなうん、うん、できた時代と起こった時代が違うっていうものもあるのかも、うん、ああいうたらこうえ人が死んだ そういうことがあったのを壊して作った家。みたいなそう。マンションとか。それはも、えー、それは消されちゃうのかな、どうなんだろう。あ、でもね、でもね、私今家住んでる家が新築なんですけど。そう、大島てる見たら、うん、そのもともとあったのが歯医者さんらしくて。私、うち、私マンションが。はいはい、そこでね、歯医者さんのその院長が自殺してるらしくて。<い>そう、だから、一応乗ってはいましたね。 なるほどじゃあその敷地には残る場合もあるんでしょうねそうみたいですえこれ私んちやんって <laughs> ねえそうそうなんかそこで女性が云々んんかんぬんとかでもしその同じ土地でしかもそこから今うん、うん、今からまあそのマンションができる以前のとかうん、うん、まあそのまあできた時でもそこでっていうのもひょっとしたらあるのかもしれないですけど、うん ちょっと見てみるとなんかあるかもしれないです、ねうん。ですね。聞いてみよう。ちょっと見てみてもなんかもうでもただね喜びさんで見るもんじゃないですからね。うん、ねそうですね。なんかあす <laughs> まな,なんかすごく微妙なお持ちでそれを発見するっていうあそうなのかわマジかって言って。いやでもなんか多分。 なんか多分テンション上がってまたネタにするとかまあね彼らはそうでしょうねはあじゃちょっとこうちょっと調べる余地はまだなんかありそうですねねっそう思ったらうんじゃももしなんかそれのお話聞いたらまたねあぜひぜひ。そうあとね一つ鎌田さんって関西とかって来たりしますかね 僕は今もう彼これ2年3年ぐらい半年に1回行ってますねあそれやったらね大阪なんですけどはいあとえなんか彼女さんほんのろ好きですよねもうアホほど見てますしあっあのえ持ってます持ってるすごいほぼ全部えっ35巻ってありますあるよなんかね あのー、まあ私が働いてる地域の某、うん、まあ私は行ったことないんですけど、うん、某ラブホテルが、うんあのー、もうほんまにめっちゃ出るって言われてるホテルがあってあ場所は知らんけど詳しい場所わかんないんだよ生きてるとこだからあ<ー>、うん、あああああそうあのねそ,そのめっちゃ出るって言われてるホテル があって、うんそ,まあ、それはちょっとネットで見たから、まあ、定かではないんですけど、うん、そほんのろの35巻の、うん、黒い影とかいうやつの、うん、あれがなんかラブホでなんか,か,がんかえ彼女を鏡越しに撮ってたんやったかな、うん、彼女が鏡越しかなんか撮っててなんかひゅんってこう、うん、黒い影が出てきてよう見たら首やったみたいななんかそんなんがなんかそこらしいという噂があってほうそうもし <laughs>。 もし関西来ることあったらぜひそこに泊まってえそこってネット載ってるんですかえホームページってことですかいやあのー、情報の、うん、うんうんうんかねあのー、け掲示板で見ました<こ>あのー、ああのーラブホこう私まあんあんああ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 にああ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 あ

なんか掲示板なんかななんんかか私も別に書き込んだりとかはないけど、うん、なんかそうやって、ね、幽霊の出るラブホテル大阪とかで調べると出てくるスレがあって、うん、へーそうそうそうなんか「あそこは出たで」とかそうまあ同じようなこうデリバリーしてる人たちがこう「私よく仕事で使うけどあそこはやばい」とか何かお客さんがもうあの怖がって帰ってったとかいろいろ。<あ>色々 そうそそそううう生々しいそ,そのホテルはもう、うん、あのわ、ー、かるんですあわかりますわかりますじゃ、うん、もしよかったらあのそ,そこの,なんかあの座標かなんかでもいいからあと、うん、でチャットで <laughs> <laughs> 貼っといて多分大阪泊まる時一回ぐらいラボホ泊まるかもしれないんであもうぜひ市内やしあのーうん、まああの辺ってあの辺そのラボホがあるあたりって結構その。 いわくつきというか周りお寺とかばっかりやし僕行くところがなんばなんでああなんばからなんばからね千日前線で行けるうんうん行ける距離やからもうね美味しいラーメン屋さんも近くにあるんであそうなの 6階建てなんですけど、はい、まあ私ちょっと行ったことないからあれなんですけどねこうえ6階建てで5階までしかエレベーターが止まらなくて、うん、5階に行ってからその螺旋階段で6階に上がるらしくてうん、うん、6階まで部屋があったらしくてねは、はいはい、その6階がやばいって言ってました。あまあ、行かかないからね <laughs> そうそうそう,そう6階うん<ー>なのでぜひ多分ねもうボロボロやし、うん、もうまあ見た目からして結構やばいなって感じなんですけど、うん、値段とかも激安やしそうだから多分まあ,あい宿泊とかなるってなったら空いてるとは思うんでぜひ大阪の人の商売根性をむき出して「うんワンチャン撮影させてもらってもいいですか?」って言うて。 ええよって言われる可能性もなきにしもあ,<ー> <laughs> あらずな,なきにしもあらずですねう、うん、なんか結構あのなんて言うんやろうひひ否定というかこう、うん、なんか噂によると汚染香の匂いがすごいするらしくて、うん、受付からはーはーであれは何かのためにやってるんちゃうかっていうので,のううのでーー実際にお線香をどっかでなんか裏側の事務所かなんかでやってんじゃないかと。 そそうそう,そうちょっと供養のためじゃないけど<ー>でなんか匂いするけど「うん、あれ何な,なんですか?」とかって誰か聞いたらしくて「うん、めっちゃお線香のいするんですけど」みたいな「うん、いやお香です」みたいな感じでまあまあお線香とは言われる。うん、まああれもお香やとか。 お線香ってそっか <laughs>。間,間違ったこと言ってない。間違ったこと言ってない。お香ですよって。あ、そう。うん、お香ですよって言って。うん、ねえほんまや <laughs>。<laughs> そ,そうそうそう。そっか。まあ、なんかで、ね、そう、そこだったり。まあ。なんか、その、私が。そこは行ったことある部屋なんですけど。うん、まあ、難波のラブホで。あの。 なんか一家心中があった部屋があってラボホでラボでラホ<う>そ,そこ大島テルにも載ってるんですけどあ,あ,あ、あ違違うかそこ違うかかそこ難波にね、うん、あってねそこもそんな高くないし、うん、なんかあのー、見る人はやっぱ見るみたいで、うん、<laughs> あそうなんやそう拳銃でなんかあのー あ一家神獣があっひとしきり子供たちとああのプールついてる部屋らしくて私行ったことあるか分かるんですけど <laughs> プールついててそうプールついとって <laughs> まあ遊んだ後に多分まあねお父さんが拳銃で二人を殺して<ー>自分も死んだみたいなやつらしくて<ー>そこもやばいらしいからぜひ <laughs> また送りますね後で。 ちょっとよろしくお願いいたしますうん、うん、はい、はい、すいませんありがとうございます長々といやもまたうん。んまうん、ちょっとそこら辺で仕入れたお話よろしければ <laughs> はいちょっとね私も仕事柄ちょっと、うん、ちょっとした心霊スポットみたいなのに<笑><笑> ねよく行くわけだよね。あっそう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 。ね。ピザ届けに行く場所がなんか結構そういうとこが多かったりするから。ね、ピザ届け行ったではもうねそれこそこうね私ちょっとオカルト好きすぎて、うん、こうまあお仕事中にこう部屋をこうたまにこう薄めを開けてお客さんにバレへんように。うん ドアの隙間とかになんかおらんかなって見たりするんですけど <laughs> 危ねえ、まあね無なそう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 まあお客さんにねバレへんようにお客さんにどこ見てんのって言われたらあれやから<ー>こう分からんように薄めを分けてこう,、うん、こう見渡したりはするんですけどやっぱね、うん、私全く霊感がないから、うん、もうそういう枠付きのホテルめっちゃ行ってるんですけど全然見えひんくて <laughs> ありとあらゆるめくれるものをめくったりしないのあ,ーそあー布団とか うん。ああ。なんかかけてある絵とか。ちょっと、やっぱ、お客さんの前でやると。いや、お風呂。お風呂。一緒にお風呂入るの。一緒にお風呂入る。そう、お客さんがあ、でも、トイレとか行ってる隙に。やってみようかな、今度から。本当ですね。やってみよう、明日から。明日からやります。さ、さって。あ、ほんまや、確かに。たまに。お手洗いとか。 行きはって、一人になることとかあるから、その間にちょっと、ね、ぼっとしとかんと、立って見て。そうそうそう第二の仕事がそこで始まった。あ。は、いいですね。それやろう。そうそうそう。やってみよう。あと、妙。ここまで回ってなかった。なあとね、妙な隙間とかね。あと、壁紙。壁紙とかね。そう、結構ね、み、見てるんですけどね。なんか、たまにお客さんとかが、なんか、部屋のドアを、こう、なんか。 締め切らずに部屋にね入ってそのままなんかこういろいろ始まる時があるんですけど、うん、そういう時はなんかそういうドアの隙間から誰か見てへんかなとかってこう見たりとか、うん、こうね <laughs> そうは見るんですけどな,なかなかその中かね見る人やったらこのホテルはもうやばいっていうとこは結構何回か行ってるんですけど特に変な感じもなくこう。 なないいかからってう全部が全部そうなわけじゃないし本当に事故みたいなもんですからねそういった体験って。ちょっとね仕事柄なんかもしかするとなんかあるかもしれないんでちょっとまた行けたらなと一つね一つのネタをお客さんとかにも聞いて仕入れようかなネタって。 ではではまた何かありましたらはいすませんありがとうございました長々といえどんもありがとうございますはいはいすいません失礼しますはーいはーいはいいらっしゃいませこんばんはこんばんははじめましてはじめまして すいません、すっごい緊張してるんですけど、ごめんなさい。いや、緊張はすると思うよ。<laughs> もう、めっちゃ勇気いりました。全然。一回来てしまえばね。ああ、そうなんですかね。は一回、来てしまえば、<の>なんとなく。はい。楽しく拝見してます。はい、あら、そうですか。ありがとうございます。はいまあ、やっと百十三話見ました。<laughs> 一から。一から。 <laughs> あなたの知らないから。<laughs> あ、そうです。はい <laughs> 暇なのかな。まあ、そうとも言う。<laughs> どえらい時間ありますからね。<笑><笑>はい、いなんかね、あのー、えっ、ー、と、その百三、え、百十ぐらい見てたら。えっ、ー、と、年内、えー、これは二百いくかもなって言ってたのに。今、百三十六。そう、そう。ですよね。そうそうそう

嘘です <laughs> はいそれでお願いしますすちちょっっともててねうはいいい昔のの日が出きゃたんどでません。いですませやいやいやちょっと待ってね、桃田、えー、さん。 はははいでででどんなお話でしょうかあのね45年ぐらい前の話なんですけど、はい、あのその時私えっ、ーと,えー、とねお仕事をしてたんです、うん、はいそれであの仕事の帰りに、あのー、買い物でえっ、ー、と,うんとドラッグストアに寄ったんですよ。うん えっと、夜の10時半ぐらいに、うんうん、それで11時までの営業時間だったんで、うん、あの急いで買い物しないとと思っていろいろあっちやこっちや見てたんです。ほ、うん、んだらあの、えっと、店員さんの男の子があの近寄ってきて「ですいませんお客さん」って言って。あのうん あの「ちょっといいですか?っっうんか」って言って「あええな何え何か?」って言って「えっ、ー、とね入り口の方にあのレジがあって、うん、でそこのところに男の子のが立ってたんですよ」はいうん、であのあちらあの「あちらにいてるあの男の子ってあのお知り合いの方ですか?」って言って聞かれて「はい、えって?うん」あのちょっと遠かったんでじっと見てたら「はい。 あその子ってねあの私が入る時にあの出て行った子なんですよえっとね二十歳ちょっとぐらいの子でうちの息子の友達にすごくよく似てたんであ,あれな A, A 君かなって一瞬パッと。 っててみああよう似てるけど違うわと思って私中に入っていって買い物っていうかいろいろ見てたんです、はい、うんそしたらえいやあの全然知らない子なんですけどって言っていて「あそうなんですかちょっと待ってくださいね」って言ってそのお兄ちゃんパって、うん、あのその男の子の方に走っていっぱって行ったんですよ。な、うん、なんんんかかか待てて言ってそそのののお兄ちゃんがあのその あの男の子がバーって出て行ってで、あのー、その店員の,あの男の子が追いかけていったんですよ。うん、で「えな,な何、何があったん?」みたいな感じで私呆然としてたら員、あの,他の店員の女の子が「あすいませんちょっとだけ待ってもらっていいですか?」って言って、うん、で「えうんと何かあったの?」 って言って聞いたああうんちょ,ちょっとだけ待ってください」って言って、うん、あのちょっとその前の方までちょっと連れて行かれて「ちょっとここで待っててくださいね」かなんか言って言われて、うん、待ってったんですよ。でなんかなんか騒がしくってでえっとね56人のグループの,あの、えっと、男の子と女の子のグループがいてて。うん あの私が行ったところにねでこっち見てなんか「ああ」みたいな感じでゆなんかこう挨拶されて、うんで「なんかあったんですか?」って言って「いやうーん多分ね」って言って「あの,ー、あの多分あのー、あのー、盗撮されてたと思うんです」って言ってその子らが <laughs> 言うんですよ。えって <laughs> え盗撮え誰誰よ 「あなたあなた」って言って言われて「うんうん、ええ盗撮えな、ちょっと何なんでこんなおばちゃんをうそやろ?」って書いて思ってて、うんうん、であのちょあのその店員の女の子が「あ,あの今警察呼んだんでね」って言って「ちょっと待っててもらいたいんです」って言って「えっえっえっあっはあ」って言って、うん、でちょっと。 ちょっと待ってたらおりさんが来て、うん、あので、えっとど「誰ですか被害に遭ったのは」って言われて「いやあのこの方です」って言われて「えああの大丈夫ですか?」って言って言われて「いや大丈夫も何も何も私分かってないんですけど」って言って、うんうん、そしたらあのそのグループの,の45人の子がね「あのいやあのちょっとなんかあの。 携帯で何か撮ってたのを見たんですっていうふうな話してたんですよ、うん、でとりあえずそうしたらあのあのすいませんけどあの近くの署までご同行願いますかって言って言われて、うん、でもその時もあの警察だいぶ待って12日ぐらいだったんですよ、うん、でわかりましたって言ってでそのあの パトカーの後をついてきてくださいって言って、うん、で、あの、向こうに行って、で、いや、私、全然気ぃつかなかったんですけど、こんなおばちゃんを、 盗撮なんですかって言って聞いて<ん>で「あっあのそうみたいなんです」って言ってあの「詳しくお話を教えていただけますか?」って言われたんですけど私全然何も分かってないんで,んで詳しくも何も、うん、何もわからないんですけどって言って、うん、であのいやあのえっとそのあの えと「あなたのこの流れでいいんで教えてください」って言われて「うん、であのいや買い物してたらこうこうこうでこんなん言われたんです」って言って「うん、あそうですか」って言って「であのちょっと,あの、えー、と写真見ていただけますか?」って言って「ではあ」って言って「この中にあの、えー、とあの何々さんのお写真ってありますか?」って言われて見たら「えっ、ー、とねに 十何枚ぐらい？うん、あのスカートのえっと本当に裾あの裾からと中を撮った写真がバーって出てきててでえあすいませんあのちょっと派手なんですけどこれですと言ってあの<や>ちょっとあの下着って言ってもジャズブですね <laughs> 知らん <laughs> 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 すみません。でもまあ、その特定する要素としてはでかいですよね。うん、そう、そうですね。<laughs> あの、その時、あの、事務、事務、員だったんで、<laughs> あ,あ,あの。膝、ちょっと下ぐらいのスカートを履いてたんですよ。はい、で、それで、あの、どうも。あの、こう。取って貼ったみたいで。 はい、で「あこれなんですあのこれです」あそうなんですね」でバーって見ていて「あでもこれって」って言ってで私の,あのこう間に写真があの何枚かあったんですけど、はい、これってねあのこの私のいやその男の子をあの,あの人 なんかやってますよって言ったそのグループの女の子「うん、あのあの人らの写真ですよこれっ」てって言って、うん、あのスカートが全く同じだったんではい、はい、うんだから「ああそうなんですか」って言ってあのこう見てはったんですけどその子らは多分もうそこでもう帰りますって言って帰りはったから、うん、多分分かっ あの誰とか言うてそんなん分からなかったと思うんですけど、うん、はいそれであのー、あーのーちょっとね、あのー、見てもらったら分かるけどもう200枚ぐらいなんかいろいろそういう写真があったんですよだからねそう常習犯だったらしくってでもいやもうこんなおばちゃんそんなん撮られたからって言って別に。 ねえ痛くも痒くもないんですけど」って言って <laughs> 言ったんですけど「うん、<laughs> あでもあのやっぱりねもうこんなに常習犯やからやっぱりちょっとね、うん、あの刑事罰与えないといけないんで、うん、できたらあの被害届け出してほしいんです」って言って言われて「うんうん、あわ分かりました」って言って、うん、あのそれでまた一からあのこれからあの えっと、書類書くんで被害届く書くんで「一からお願いしていいですか?」って「えまた一から話すの? <laughs>」と思ってそれであのこう一連の話をして「うん、あ,のああ分かりました」って言って「あのそしたらちょっと立ってもらっていいですか?」って「後ろ向いてもらっていいですか?」って言って写真あのこの写真撮られた時 「今の服装って同じなんですか?」とか「髪型同じなんですか?」とかいろいろ聞かれて、うん、で写真を撮られてなんか私がなんか悪いことしたみたいでなんかイエなとか思って <laughs> あれだったんですけど、うん、それで結局2時夜中2時ぐらいに、うん、あのえっ、ー、ともう。 そうしたら「ありがとうございました」って言って帰る時に「今あのそのねあの加害者のこうそこにいてるんですけど見ます?」って言われてあのこのドアのちっちゃいこの窓から「向こうからはこっちあの見えないんで」って言ってでパッと。 っっててて見せてもらってやっぱり知らない子ですか?」って言って言われて「うん、であもう全然あの知らない子です」って言って「ああそうですか」って言ってであの「名前は何々って言うんです」って言って言われて「ああ」って言って「どこに住んではるんですか?」って言ってあの言ったんですけど「うん、いやあのそれは個人情報に あの「ちょっと引っかかるんで」って言って「いやでもなんか近くあの住所がなんか近くの子やったらまたなんかねどっかで会うたら嫌やし」とか言って「あのねその詩だけでも教えてもらったら」って言ったんですけど「うん、あのいや あのもう「これは教えられないです」って言って言われて「うん、あそうですか」って言って <laughs> であの家に、ね、帰ってきたんですよ、うん、そしたらあの途中で「あのいや今から警察行くから」って言って、ね、あの連絡してたんで、うん、であの家帰ってたらあのみんな 起きてて待ってたんで「すよ、はい、でいや大変やったな」って言って「ね、いやもうこんなんこんなんこんなんでなこんなんやってん」って言って話したら、うん、でもあのそこで主人がね <laughs> あの「お前よかったやん」ってそんな若いやつにあの写真撮ってもらってって言って「は?」ってって「いやそんなおばちゃんなんか誰もない好き好んで撮れへんで」って言ってでおあの「お前金払わなあかんやんけ」って言って「ははは,は」って言って笑われて「は <laughs> <laughs> っちゃうかと思ってもうあの子供らはもうあの。 あの冷たい目でお父さんを見てました。ねあのお,お兄ちゃん結構あのあの息子ね結構ちょっとこの辺の子とか知ってるんで、うん、いやその時は名前を覚えてたんで「あの何々」っていう子やねんけど、うん、多分あのえー、っとねえー、っとその時息子より2つぐらい上や 2> で,で2つ上の「何々」っていう子やねんけど「知ってる?」って言って「うん、いやあの知らん」って言って「ああそうなんやねんんでもあの A 君になめっちゃ似てたんやんか」って言って「あそうなん」ってそんなんでも俺の連れやったらボこコボコに芝いてあんのに」って言って言ってたんやけど「いやもうそのいやもうその,そ,のそんなねあのそ,そんなこう。 あの友達ぼっこぼこにしばくよりあのこのおっさんしぼいてくれと思いましたけどね。そう,う誰が誰が綺麗に落とせって言うて。<laughs> <laughs> もう本当にね,ね大,大変でしたというお話です、はあ、まあでもボコ, <laughs> ボコボコにしたらそっちまで刑事罰になっちゃいますから <laughs> ああそうですよねなだからまあ知らん子でね良かったかなと思ったんですけど、ね、でも知ってる子だったらこれもしですよ「<ー>えっていう人に似てたって言って「うわこいつああいつやん」って言ってで、うん、もしそいつにその我が子がですよ「お前<ー>お前」言うて。 <laughs> お前うちのおかんのスカートの中到達してやろうって <laughs> 殴りにくいですよね。俺多分それを言ってる最中に笑うてしまうんじゃないかなって思いますけど <laughs> お前おのかんのガードル取ったやろうって言うて <laughs> <laughs>。<laughs> いやでもお父さんがそう言うた時にもうあの子供とかか全然笑わなかったですよ <laughs> あまあでも,でもこれはまあ言うたってね犯罪だしそっからだって分かんないじゃないですかあのそういう人たちっておそこに住んでる人ももちろんいるんだろうし旅しながらそんなことやってる人もいるし、ね、なおかつそれって深夜でしょ深夜だから。 だからおばちゃんだ何だって言ったっておばちゃん好きな人もいくらでもいるわけですからね <laughs> だから今<う>今ここでもう終わっててだから笑い事になってるかもしれないけど <laughs> その時はやっぱ生々しくそれで帰ってきた状態ではなかなかちょっとうまあね,そうですね笑えないですけど<や>多分うーんまあ旦那さんが <laughs> お,お,おバカでいらっしゃるのか <laughs>。<laughs> <laughs> アホなんです。そうです。<laughs> ねえ。ねえ。うん、そうですね。うん。うん。うん、ね。うん。まあね。気をつけようがないでしょう。そうですね。全然。だからその子が一っぺん出て行ったのを見てたのに、うん、入ってきたの全然知らなかったんですよ。うん。 うん本当にいっぺんっあの出て行って駐輪場にい行ったのパッて一瞬見たんでうん、うん、だから私が入った後にまたなんかずっと後ろをついて歩いてたみたいで、ねうん、物探してたりこう見てたりすると後ろはね分かんないですしねうん,うんそうですねまさかこんんなおばちゃんがと <で>いやまあまあ、うん、その男だろうがね女性だろうが年齢がはねさまあ分か <laughs> だってもしかしたらそれで物取りの可能性もありますからねああ<ー>、うん、そうなると女性の方が危ないわけですからああうんあそうなんですかいやそうでしょうよ<そ>う <laughs> <laughs> おおおまほなのか <laughs> <laughs> い,やい,やいやいやいやもう私はもうねすぐ車でパッても帰りますから <laughs> あ本当ねその牛背後を取られるっていうのはもうしょうがないですけど、うん、もうね物を見てたりしたら、うん、あでもなんかね軟弱なお兄ちゃんやったからねそんなんそ絶対そう,そういうのはもう見た見た目とそういうのは違いますから、うん、だって刃物持ってたら終わりでしょで あーでもあのでも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 うん <laughs> って言え終わらんやんけもうけや勝てる自信はあるかなと思うんだけど <laughs> うんいやうちの息子ねはえー、っと186でその時100キロぐらいやったんですよ <laughs>、うん、あの子やったらちょっと負けてたけど <laughs> うん,うんそうなんですけどね <laughs>、まあ、本当は気をつけなければならないっていうことがよくわかりますよねああ こういう人が被害に遭うんだなって。まあねあ<ら>本当は<も>やっぱそこら辺はあの、まあね、そ,その時はもう気を,つけと気をつけなさいよって言われたってお,、ね、お店の中でそんなんって言ったらもう分かんないですけど誰であろうが背後でプスって刺されたらもう終わりなんでね,いやね細かろうが太かろうが。うん あそこら辺はちょっとこう、うん、あ、ね、あでもうんそ,それからはそれからしばらくはやっぱり気持ち悪かったですけどねなんか誰かんかねだどっか誰かいてんちゃうかみたいな感じであれやったけどまあ次の日にはあの同じお店には行きましたけどね。 <laughs> いやあのー、お世話、あのー、その捕まえてくれたお兄ちゃんが帰り私帰る時あの事情聴取し 事情聴取、うん、<laughs> あのされてるのを見てたんでね「うん、あのいや昨日はすいませんお世話かけました」って言って「いい,あい,いえ」っ遅かったん違うんですか?」って言って聞かれて「いやもう帰ったねもう2時過ぎてたんですよ」とか言って「ああ大変でしたね僕4時過ぎてました」って言って言わ <laughs> <laughs> れてました。 あ、お話でした。どうもすいません。ありがとうございました。お気を付けください。あ、あ、はい、ありがとうございます。頑張ってください。うん、頑張る。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。はい、どうも。はい、さよなら。 はい、いらっしゃいませいあ、こんばんははい、こんばんははじめましてはじめましてお名前いいですか <laughs> はい、一服です一服さんはい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、お初、えっと、お初ですお初です大丈夫、うん、はいいけるえっとですねうん、い、いこうよし <laughs> え,え、はい、大丈夫、い、いこうよし、いこう あ行こうましお願いすあの大阪のねホテルに大阪のホテルにあの泊まった時なんですけどあのえっとえっと何ですかあのすいません何だったっけあのカウンターカウンターカウンターじゃないだっかあ受付受付で、あの あのチェックインして、うん、でそのままあの奥の、えっと、エレベーターの方に向かっていった時に、うん、それ普通のホテル普通のホテルなんですけどちょっと名前も忘れてしまったんですけどはい、はい、結構大きなホテルだったんですけど、はい、エレベーターが一つしかなくて、はい、こう何個もなくて、うん、で向かっていったら奥の通路の方から。うん Y シャツと白のワイシャツと黒のズボンを履いた男の人が、うん、40歳ぐらいの男の人が何の荷物も持たなくてさっそとこう私と対面する形で歩いてきたんで、うん、あホテルの従業員の人かなと思って、うん、何気なく見てたら。 ちょうど一個しかないエレベーターに入っていってしまったんですよね。で入ってこう閉じてしまったからドアが、うんまあ、5, 5 6メートル先だったんですけど、はい、先に入られたと思って、はい、は待たないかんなとか思いながらうん、うん、しょうがないからちょっと押し,押して待っとこうかなとか思って押したらすぐに開いたんですけどドアが。うん 中に誰もいなくて、うん、ですごく早い証拠証拠のエレベーターだなと思ったんですけど、うん、絶対ありえないなって中は小さくて広さがなくてなん,なんかさそんなにたくさん乗れないっていうか<ー>隠れるようなとこもないし、うん、でもまるき人がいなくて、うん、まあでもまあ はっきりと普通の人だったんですけど。うん、いなかったっていう話です <laughs> そ。その入った後に自分も入ってるわけですよね。そうなんです。あの普通はこう上がって入っていったからきっと。もう行かれた上。上に上がっていったし、また降りてくるのを待つしかないなと思って。うん、ボタンを押して待とうと思ったら。開いてしまったんですよね。ここが。 そしたら中に誰もいなかった。ええ<ー>。<laughs> でももう完全に見てますもんね。そのワイシャツ白いワイシャツでスラックス。そうなんですよ。元気そうな人です。四十代ってそれ完全に見えてる。完全に見えてたし。あの。そんなに。背も高くなくて。四十、うん、歳ぐらいで。うん、と、元気そうな人です。うん あのそのエレベーターの先に秘密の通路があって大人の社交場が地下にあるみたいなのじゃないですよね、うん、エレベーター <laughs> 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 そんなとこじゃなかった、うんまあ、大きめのホテルすごい大きめのホテルなんですけど <laughs> 古,古いホテルでうん何、うん、か、うん、不思議でした それだ,けだってそのエレベーターがある両,両サイドには、まあ、見間違えではないにしろひょっとしたらワンチャンなんかその横になんかよ避ける通路があって階段登ってってみたいなものあるけど<ー>こう壁でしょ壁があってそこにエレベーターがボンってあって。壁,壁で,で,壁でそ,のそれであのそこあのエレベーターのなんて言うんでしょうか。 角,角,角のあたりにエレベーターがあったので部屋のいうかなるほど突き当たり通り抜けられないっていうか、うんうん、そもそも5メートルぐらいだったらもうすぐ分かりますもんねそうなんですよ、ね、んなんか不思議でしたなんやろうまあ言うたホテルとかだからなんかまあ言うて歴史があるとか、はい、そういうようなホテルちょっと古めの大きいけど古めでまあうで言うたってエレベーターなんて今のはいくつかねありますからねそうなんですよ1個しかなくて古めのホテルなんですけど結構 大きいホテルって結婚式とかみんなやってるみたいな。でもゆ結構な特徴ですよね。一個大きめなんだけどエレベーターが一個しかないホテルって。探しありそうだ。市内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 です。大阪市内はい大きめの。で女名前忘れてしまった。本当に忘れてしまった。うんいやたぶんねななんか調べたら出てくると思う。 <laughs> <laughs> でも全然怖くなかったですあえっっていうこう狐につままれたというかびっくりした,たそんな感じでしょうね多分ねでまあ怖くなかったんでそのまま入って、うん、エレベーターに入って、うん、でもな何にもなん何にもゾクッともしないし、うん、寒気とかもないし見間違いとは思わなかったんでしょ 絶対見間違いじゃないあの <laughs> いやそんな見間違いうーんなんかホテルの従業員のくせに待たずに入ったと思った。 ここなんかちょっとおっきめで格式も高そうなのに失礼なボーイだなみたいな先に入ったとしてもこのエレベーターを押して「あ申し訳ございませんどうぞ」みたいなことをするのがてめえボーイだろうこの野郎って思ったら手荷物も持ってないしなんか慣れた感じで歩いてた。あ。なんだろう 迷いもなく向こうの方から歩いてきてその人は左に曲がるんですけど左にに曲ががった突き当たりにエレベータータある私はこ,こっちのエントランスから入っていったんでエレベーターは見えてたんですけど。うんうんうん、あじゃあそこので合流して先にその人がフわって先行ったって感じですね曲がってきたけどっていう。 ちょっと急いだ感じの歩き方そ,のそんなに特徴があってすぐ近くでっていうのでいないってなると気持ちが悪いなって、まあこうん、怖いそれはまた感覚なんでしょうね怖,怖,くはなか怖くはなかったけど、うんまあ、不思議だな、うん、不思議錯覚、ね <laughs> <laughs> ま、真っ昼間真っ昼間 あ昼間あそうなんだ昼間なんだ、はい、大阪続くねホテルが <laughs> 俺全部に泊まらなきゃいけないかも来月 <laughs> 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 探すな俺これ多分 <laughs> でもそんなに怖くない怖くないしんあんまり なんかそういうちょっとちっこいところから何かちょっと大きいものをぶっち当たる可能性もあるからね。あ<ー>うんどうするそんな人がいっぱいわらわらいて実はその後にこんな話がありましたなんてあったら<あ>それあ<ー><あ>みんなが見てるとかあん時にそれをしたから私じゃあ助かったんだみたいなようなことがあったりするかもしれない <laughs> っていうかでもなんかねあの「虫のホテル天井低い感じした」。 おおなんかいっぱい特徴出てくるね <laughs> <laughs> で。えっとな中庭中庭みたいな緑のううんん植え込めてガラス張りで, <laughs> 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 で中にはうんなんだろう <laughs> なんか入ったらホテルのうん貝がこう、うん、ちょっと普通はまっすぐにうん伸びてる感じなのか。 カーブした感じ <laughs> もうやめとこなもうなんかすげえ特定できるわ <laughs> あーじゃあちょっと探した <laughs> 探してみようかなまあもしねもう見れたらなんかちょっとパシャリって撮ってえー、多分、まあ、絶対に思ってたせねえけど多分ここだたん多分あここだここだっつって多分言うわうん <laughs> いや、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またままだ他なんかあったりするんですか、お話。たくさんあるんですたくさんあるの。<laughs> いや、じゃあちょっとまた機会があったら。たでもなんか本当あのじゃいは音に発したくないのが言葉があるので、うん、それその話の時わかんさんにとりあえずこうラインしておきます。うん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 。<laughs> 発したくないやつね。そうだ、うん、そうそれを発したら来てたから。ああ、そうなんだ。

はいもしもしあもしもしはいあはじめましてはじめましてすみませんちょっと待ってくださいねはい音ちっちゃいけどこっちが上げますねもしもしはいはいはいあすみません大丈夫ですか大丈夫ですあすみませんはじめましてはじめましてお名前よろしいでしょうかえアブりレバーですうんうんアブリレバーはい それはちょっとねこの時間帯にやめていただきたい、うん、<laughs> 地面だけでも胃液があふれ出る人たちもいると思うんですけど炙りレバーですかかたくなに炙りレバーでいいですか、はい、あお願いし,ます、ね、しかも言いにくいですけど炙りレバーですか <laughs> 炙りレバーで <laughs> 炙りカルビじゃなくて炙りレバーですねはいああ炙ぶるのかー炙って、はい、今ね勢いつけてきましたんでああ炙って、ええ、ちょっと引っ掛けましたか だいぶ <laughs> 引っかかるんじゃないなえもう突き刺さってるんだな <laughs> じゃあ炙りレバーさんですねよろしくお願いいたしますあこちらこそよろしくお願いしますはいではではどんなお話でしょうかえーえー、バイクで、うんえー、幽霊を引いてしまったっていう話なんですけどもうそれ言うてしもうてない <laughs> おただちょっとどういう経緯でそうなったかを知りたいな。引いたっすかひ引きました。はあ。完全なる。完全なる引いた。でもそれの引き逃げなのかどうかはまだ聞かないですからねちょっとお話を聞きたいんで。はい。はいはい、で最初に初めてその幽霊と会った時には車だったんですよ。うん、はいはい。 車で、えー、学生時代、今から25年ぐらい前なんですけど、夜、駐車場に車を止めたんですね、バックで。はい、で、降りたときに、じゃあ、鍵を閉めようかなと思ったときに、はいあの、車の後ろ、パッと目が行ったときに、女性がいたんですよ。はいはい、で、 まず最初に気づいたときには危ないなと思ったんですよ。うんうん、バックしてる後ろにいるなんて。で、えー、ドアを閉めて、鍵閉めるときに、うん、もう一回見たんですよね。はい、さあ、その女性が透けてたんですよ。<う>でよく幽霊って透けてるとかいう人もいるじゃないですか。ただ、透けてるんじゃなかったんですよ。うん 輪郭があったんですよ輪郭しかなかったんですよ。ああ、なるほど。言うたら、うん、あの、まあこう、事件現場のこう白枠みたいな。そうです。ああいう輪郭。実,実際には、黒い線だったんですよ。1センチぐらいの黒い線で、はあえー、輪郭だけが描かれてる女性だったんですよ、ねはあはあ。女性っていうのは、それで分かったんですか、輪郭だけ。分かりました。はあ、はい で、線なのに、うん、えー、紙であったりとか、服が揺れてるのも分かったんですよ。うん、はいはいはい。で、2度目に見たときには。で、3度見したんですよ。うん。あまりにもびっくりしたので。はい。<laughs> 本当に、あの、透けてる人ではなくて、透けてるものだったんで。はいはいはい。正直、絵かな 写真,か写真というか、何て言うんだろうな、はい、物であるのかなと思ったんですよ。はい、よく見た、3回目によく見たんですよ。はい、そしたら、その、今、まあ、幽霊ないしな、なんであるかよく分かんないんですけど、<laughs> そのものがバサってな,なんて言うんですかね、カーテンとか,なんか、なんか重い布が落ちるかのように地面の中に消えていったんですよ。 はあ、でもうその時にあこれは人でもなかった、うん、でその地面に落ちたとこも見に行ったんですよ私は,いはい、はい、何にもなかったんですねはあ、はあ、そこで初めて怖かったんですよでそういうのがありましたと、うん、ですごい怖かったんですけど、はい、まあもう物も 何も残ってなかったので、はい、怖いという印象だけで終わったんですね。はい、でそれから4年後。4年後はい <laughs>、えーま。彼女とドライブにしてまして、夜中に。はいえー、でコンビニに寄ったんですよね。はい、でコンビニの駐車場のところにその幽霊。 いう女性が現れたんですよ、うん、その時に私だけではなくて彼女も見たんですね。うんうん、で彼女が気づいたんですよ先に。はい、で同じように消えていったんですよね<う>で。自分だけではなくて彼女も見えた。えー、見たっていうんですかね。うん、認識したっていうところで。うん で同じよよ。うに消えてったんですよ、うん、ですもその時は車の中にいたので、うん、消えてったあととかも見に行っていませんし、はい、っていうので2人でもいたんですね、はい、で最後にあの引いたっていうところなんですけど、はい、そっから2年後 2> ごほう <laughs> はいほうなで計6年ぐらいかかってる なんですけどはい、はい、え私があのー、バイクで走ってたんですね。はい、そしたら 100m、えー、100m 100もいかないですかね、100m 弱ぐらい手前のところで、うんえー、歩道のところにその女性が立ってるのが見えたんですね。はいはい、それもやっぱり透けてるんですね。うん、でで歩道にいたんですけど、うん 私はバイクで直,線し直,直進してる時に、うん、も,うもう目に入っもうなんて何て言うんですかね視界に入ってるんですね。うん、いました。いたいました。いた二年もう2年ぶりって。はい。<laughs> おっって。それが走っててもう目の前まで来たら。うん 飛び出してくるわけでではないんですよね、うん、もう瞬間移動。もう車道に出てきたんですよ。パッと。パッと。ッと<う>でもうフルブレークしたけどもう間に合わなくて<う>、えー、その女性を引いたっていうか突き抜けたって感じですかね。になってしまったんですね。おうおうその時にもう よくなんか冷と接するとなんか冷たいとか、冷やっとするとか、全くそんなのもなくて、はい、引いた感触もなかったんですね。はいはい、ただ、匂いだけはしたんですよ。<う>それが何て言うんですかね、臭い匂いとかじゃないんですね。はい、昔のなんか女性のお化粧品って、なんか匂いが強かったじゃないですか。あ そうですかそういった化粧品のような匂いはい、はい、化,粧品化粧品の匂いがすごい残ったんですね。はい、で、えー、まあ引いてしまったという目視だけはできたので、はい、あの感触はなかったんですけど見てももちろん何にもないんですよ。はい、でい家まで戻って。 そしたら服や自分の体に匂いがついてるんですね、女性の。もう本当、家族も気づくぐらい、うん、なんか今じょあの、女性と会ってたのっていうぐらいの匂いが残ってる。あら、やだ、<laughs> あら、あら、やべえ。それぐらい匂いが残ってまして。はい で服はあのー、洗濯できますよね。うんうん。何ていうんですかね、匂いがヘルメットの中に。うん、ほうそんなにはい。<laughs> はあ<ー>。これは匂い取れなかったんですよ。ほうほうほう天日干しとかしても <laughs> 残,残ってるんですよ、匂いが。 なんヘルメットの中にくるっと入っちゃったんじゃないかなと思ってるんですけどもうもう、はい、もう言うたら突き抜けてるから言うたらこれお腹さばいても <laughs> お腹の中から香るかもしれないですよねもうね、はい、全部突き抜けてるから言うたらもう <laughs> その分子レベルで全部その匂いがワシャーってついてしまってたかはいそ<ぁ>のヘルメットって え2年ぐらいその後使ったんですけどそれかぶってるとなんか事故に遭うとか例,に例を見ちゃうとかそういうのは全然ないんですけどふわっと香るんですよねその化粧品の匂いってそんな経験しましたはあはあそうなんだそれは こう6年あるじゃないですかはいあ結構前って言ってましたっけそうですね一番最初は25年ぐらい前25年でしょはいうか15年ってことはあそっか15年は1言うたらもうもう、えー、世紀末あたりなのかな解決したというか引いたのがそうですね2回目あったのが2000年でした2回目あったのが2000年それ彼女が先に見た方そうですねああじゃあ,あ じゃあじ今から16年ぐらい前かな最後にあったのが八8年ぐらいとかそうですよはあ今でもそのメったんですよ撮ってるんすかはいいわくつきじゃんいわ <laughs> 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 くつき匂いつき <laughs> 最近匂い嗅いでないですけど <laughs> うんええー、ほう<ー>でもこれ もしかしたら自分の体からっていう可能性もあるんですよね <laughs> ペルメットじゃなくて <laughs> カレー臭しかしないと思うんですけどね <laughs> それはもうカレー臭がその化粧品みたいになる <laughs> 20, 20年前ねまだカレー臭じゃなかったかもしれないですけど、えー、はあ <laughs> 引いたはい。それ以降匂いがつきまとう、はい、その匂いをそ,れその後ずっ とお前ななんか変匂いするねみたいなようなことを結構言われたりとかっていう何年間みたいなのはあったんですかえっと実はじあのー、私の父もバイク乗りなんですよ、はい、はいはいええー、メットを私のを使った時には、はい、なんか女性っぽい匂いするねって言ってましたはあはれはその最後のそい引いたいていうことからどれいらい後ですか？それからあええー。 まあ1年以内ですね2年,2年後には新しいものに変えてるんですよね、はい、そうですね 1>, 1年で匂い取れないのはないよなですよねうんはいで自分の匂いもあの清潔にあの先ほどかなつさんも言ったようにあの天日干しとかすれば匂いはある程度取れたりとかすると思うんですけどはい、はいはい えー、ちょっとヘルメット掃除はねちょっとしにくいですからね、えー、よ,よっぽどちゃんとできるようなものとかありますけど、はい、なかなか細部までを水洗いっていうのはちょっと難しかったりするから、えー、あー雑にしてもですよねええー、はあ完全に同じ場所じゃないんですよね 全く別なんですよね。剣も違います。あ、そうなんですか。ええ。じゃあ、もう、これ完全に。もう、見た感じ、その最初に一番最初でパックした時に、そのあって分かった。そのシルエット、はい、というか、ええ、枠、はい。枠の女ですよね。あ、そうです。黒枠の女ですよね。ええ。その女っていうものを、こう認識して濡れてるな、みたいな。この認識のものを、これ持ってて、四年後じゃないですか。はい、はい。それ見た時に、あ。 っってなったわけでしょでも一番最初に気づいたのは彼女で、はいええ、これも自分も見てるわけじゃないですか後追いで、はいええ、わこれぜそれこそがもう全然違う<ん>場所そのあ場所違う彼女と言っていたこれが剣が違うそれも剣違いますこれ,これでも見た時にあ4年間開けてたけどあいつだっていうのはもうこれすぐ分かったわけでしょわかりましたもあ 目の前にファッて現れて通り抜けていった、はい、その時見たのもまた全然違う場所なわけでしょはいつきます。これはもう完全についてきてるとしか思えないけどなん多分数十キロ数百キロ離れてるわけでしょはい。西田っちゃ出てくる感覚がおかしいしそうなんですよね何か引き金があったのかうん日付は とか、時期は、ええー、時期も全く違いますな。何きっかけなんでしょうね。ち,がちなみに、はあ、最後に引いてしまった時は、真、はあまあ、昼間です。昼間。<laughs> はい、ああ、そうなん。じゃあ、よっぽどわかりますよね。黒枠はわかりました。あ、じゃあ、だから、走ってるスピードっていう感じでわかったんだ。ええー。 昼間だからクロワクもはっきりパンパンってこう瞬間移動してパパッてこう出てきてあって思ったけどもそのまま行くしかないええ考えられないその3回目はあのこの間メールさせてもらった近くですえは関係ないと思うんですけどあの解体云々の そうです <laughs> ええちょっと待って <laughs> じゃあそのバイクで走ってたあそこって、はい、そのまままっすぐ行ったら駅行くとこですかえっと逆方向ですけど駅から離れて南の方えっと西ひ、えー、東の方っていうんですかね東そっからちょっと南の方にグワーって折り曲がっていきますよね大通りの方は。 あの<ー>駅近くの大きい通りって、うん、はい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 ,はい、はい、西東ってあってこっち行ったらそのあの山あいの方に行く道に繋がっててでええ東に行く方だとそっからまたちょっと細いとこにも行,く行きますけど大通り国道を走ってったら南にグワーって行って橋渡ったりしますよねそうですそっちの南の方そっちの方です、ね、うわもう俺普通に通ってるしあそこあマジで <laughs> はい。あの,あの辺りですかあの辺りです途中セブンありますよねありますねセブンのどっちもうちょっと先とかもうちょい先ですねでももうちょい先だけもうちょいだけです 1>, 1キロ行かない行かないですいマジかうわ、はい、<laughs> いや俺ねあの辺りで別件で廃墟見っけてんだよなああそうなんですかはい で<ー>鉄道跡とかっていうのがあるんですよ一応残ってる遺構とかが一応廃運ぶんとかってあったりするんですよ、はい、ただそこで運ぶん,んかんぬんあったわけではないので、えー、あのそういった噂があるあるわけじゃないんですけど、はい、なんかはやっぱそのあそこ川あるじゃないですかありますねで,で,っで,っでっかいでっかいでっかで川があるじゃないですか。 はい、で言うたらやっぱ多分雅眼工事してるんだろうからわかんないですけど多分水害とかあるはずなんですよ。うーんむかの昔ですよ。あそうですねでおそらくそこに神社だとかお寺さんだとかっていうのはもちろんいっぱいあるし。 はい、結構有名なとこまあそれにずっと続いてってそこがむ確か水田だったのか何だったのかっていうその土地のいあの言われがあって、はい、そこは昔かの昔こんなんだったんですよっていう歴史があってっていうとこだから多分水難云々は多分あったんだろうなっていうのはもうそれはもう分かってるんですよ。濡れた女って言って言でしょ はい <laughs> 濡れて。濡れてはいないですけどね。濡れた感じって、なんか言ってませんでしたっけ。濡れてはいなかったです。あ、濡れてはない。あ、ごめん、それ、それ、拭き、き間違い,い <laughs> じゃあ、すいなん、うんぬん、関係ないかもね。うん、ええ。そう、そういったのがあるっていうのは聞いたから。ええ、その、そこを紐解いていきゃ、何かしらが。あるのかなとは。 思うけどあるかなでも川にまつわる何かはねどっかであるはずなんですよ。う,ーんうん。それをもとにして作ったものもあるんで、えー、あのあたりで。だから僕行ってますもん。あそうなんですか。はい、あのあたりは。言うて何回通っ,言ってくださいそしたら言うたらもう何回あそこら辺通ったか分かんないぐらい通ってますもん。あ,あそうですか。うん <laughs> <laughs> あ,あそううわなんかは普通にバイクで俺もバイクで通ってるしそうですよねああバイクですもんね、うん、もうあのあたりで赤いわけのわからんバイク見つけたら俺だからすんげえでかいリアキャリア乗っけてるの俺 <laughs> <laughs> あんな小型のバイクにあんなでっかいでっかい60リットルのリアキャリア乗っけるかね <laughs> っていうぐらいのでっかいでっかいものを乗っけてるんで。<laughs> あいやちょっと面白いって言ったらあれだけどうん言ったら最後に見たのがそのあたりってことですよねそうです。そこで弾いたんですよね。俺もなななんかか匂いいしなおっさ <laughs> <laughs>、うんの匂いするけど <laughs>、えー。いやちょっとそれはあちょっと興味深いですねあのあたりって言われたら。うん えー、あ、わかりました。ちょっと、なんか調べてみます。ありがとうございます。はい。なんか、すみません、<や>怖くなくて。え、なんで。いや、俺、俺びっくりしたよ。<laughs> あ,ありがとうございます。<laughs> いや、身近な道だしね。ええー。企画的っていうか、だいぶ身近な道だし。あ、そうですか。そうそうそう。<laughs> ちなみに、その廃墟跡の近くで。炙りレバー食べてました。ああ、うん、あー、あ,あ、なんかあんな、焼肉屋じゃ、うん、ホルモあ。あの、そう、言うたら、今言った通りの焼肉屋じゃないですか。そうだな。生きてんな、そこ <laughs>。<laughs> ぜひ、ぜひ <laughs>。 いやー、ありがとうございます <laughs> <腹>すみません腹が減りましたすみません、でまた、はいえー、ぜひ今度 <laughs> はい、い,い、そんな機会がありましたらよろしくお願いします、えー、はい、すみませんでしたはい、どうも失礼しますはいさあ、でも、わ、来た、最後ねもしもし あもしもしはいあちょっと放送の音切っていただいていいですはいはいあいやー来てしまいました来てしまいましたね最後の最後でいや,ーいやーちょっとすごい緊張してるんですけど緊張してなかったらちょっと引っ張たこうかなと思います、ね、<laughs> <laughs> ちょっとお,お名前聞いてもいいです、はい、あえっとあの赤ワインであ赤ワインさん

なんかすげえな。炙りレバーの後に赤ワイン来たぞ。<laughs> <laughs> なんか合うな。<laughs> じゃあ最後に。あはい。よろしくお願いいたします、はいえっと。はい。あの、あれは何だったんだろうっていう、結局よくわかんない話なんですけどはいはいはい。はい。えっと、10年くらい前のお話でして。はい。で 当時、あの、エレベーターなしの5階建てのマンションに住んでまして、はい、で、そこでまああの、まあ、土日休みで、えー、月曜日から金曜日までちょっと仕事が忙しく、で、金曜日の、まあ、夜、大体あの、まあ、ゲームをやって夜中までやって。うんはい で、まあ、土曜日、土日、まあ、寝て、だらだら過ごすなんていう生活をしてたんですけど、はい。はい。ねの,のその日、その日、あ夏の話なんですけど、はい。ねえと、その日、まあの静岡のフォーって伝わりますかね。し静岡はい。あ静岡し静岡。 で、ホラーゲーゲムこれ、名前言っちゃうっていうのがサイレントヒーロー。ああ。あ<ー> <laughs> 静岡ね。はい、はいはいはい、はいあの。その内容っていうのが、あの,はい、あの、部屋から出られなくなるっていうやつあ、えー、ルームはい。ザ・ルームはい。だったかな、はい、はいはい。えー、ちょっとまあ自分も出られなくなるんじゃないかと、ちょっと恐怖心が芽生えてきまして。はい でそれが大体その深夜の2時過ぎぐらいだったんですけど、次の土曜日のプラゴミの日だったんですね。はいはい、であの、実は先週、その前の週あの、プラゴミを出し忘れてて、はい、まそのまま寝過ごしちゃったんで、はいでまあ、今週も忘れたらちょっとはまらんなと思いまして。はいで ゲームの影響もあって、外に出たかったんで、はい、でまあ、ゴミ袋を両手に抱えて、うん、でまあ、飛び出したんですね、うん。でまあ、部屋が結構クーラーガンガンだったんで,、うんで、外がものすごい暑く感じまして、うんはいで、その、まあ、前の日とかに、 ゴミを出しちゃったりすると、大家、はい、さんに怒られちゃったりするんで、階段をそろりそろりと降りていったんですね。はい、で、えーと、3階と4階の踊り場辺りであのすごい鳥肌が立ち出しまして、うん、で、なんか気持ち悪い空気を感じたんですね。はい、で、3階らへんに着いたところで、うん もう鳥肌がもう尋常じゃないぐらい立ってて<う>でもうすごい痛みを全身に感じるぐらいの鳥肌が立ってたんですね痛い痛いっていう痛い鳥肌ここもう肉離れ起こすんじゃないかなぐらいのなんとなくこう階段足元を見ながら降りてたんですけどはい、はい、そこでなんか 急に怖くなって、はい、でもうその、まあ、周りを見れないなんかいるんじゃないかっていうでそういう怖さになって、はい、でもう足元だけ見てもバーババってこう駆け下りていったんですね。はい、でもう気が付いたらまあ1階のお店場の方にいまして、はい、で、まあ、あの痛みは何だったんだろう 本当にもう、なんていうんですかね、うんうん、うとにかく痛くて、うん、鳥肌が。うん、で、ちょっと正直、これから部屋に戻る気がしないぐらいの痛さだった、ね。<laughs> もう救急車呼ぼうぐらいの勢い。<も>う <laughs> そ,うそうですね。ただ、その1階に降りたときには、もう全然、ふっと消えてたんですよ。はいはいで 戻る気がしないと言っても、クーラーつけっぱなしだったり、うんでちょ、鍵かけたかも、あれ、鍵かけたっけってなって、まま、鍵はそうポケットにあったんだ。で,でも、ま、クーラーかけっぱだから、ちょっと部屋に何としても帰らなければならないと思いまして、はい、で、でもまた3階に行ったら、あの痛みと恐怖がやってくると。うん 来るんじゃないかと思いまして、うんはい、であの怖さをどう乗り越えようかなと思って、はい、でちょっと考えてここはあのくだらないことかエロいことを考えようと <laughs> と,とっさに思ったんですね一番効果のある除霊ねそうですねはいはい 江藤さんに思い浮かんだ言葉っていうのが、あのちょっと汚い言葉なんですけど、うんこという葉とまと、おっぱいだったんですね。でも、頭の中はもう、うんこ、うんこ、おっぱいおっぱいっていっぱいにして、でも、大丈夫です、おっぱいよりどっちかというと、お尻派なんで。 っ歩よりうんこ派って言われたらどう,どうしようかなと思ったけど <laughs> やばいっすね <laughs> やばいっすねでも、まあ、頭の中いっぱいにして一歩一歩階段を踏みしめて登っていったんですね、はい、でそしたらその2階と3階の踊り場ら辺からまたすごい鳥肌がザザってきて、はい、でまた3階ぐらいになったらもう,もう本当に またた痛みが、痛が激走ったんですね。はい、で、も,うもう頭の中、うん、こ、おっぱいおっぱいってずっと考えたんですけど <laughs> もう気がついたらもう,もうなぜかごめんなさいごめんなさいってずっと思っててあまりの怖さと痛みで、はい、でもう,もう駆け上がってって部屋に、まあ、飛び込んで、はいはいね、っていう話なんですけどおうおう結局あの鳥肌あの区間だけ 何だったんだろうっていう、うん、それこそパラサイト違うパラサイトじゃないやサイレントヒル的な空間だって「ザルームだっけな4って、はい、通常空間と変な部屋ってなんかつながって何かっていうゲームじゃなかったかああ確かそうでしたね、はい、ここ出たたら普通なんか普通通の部屋なんだけど入ったら <laughs> うわ。 っていうようよなな,なんかその部屋ごとでなんかうんぬんかんぬんだった気がするんだよど、ね、俺ォーはプレセツあんまやってないんだよな、うん、な,んかなんかそれこそその空間自体が <laughs> そんな感じになって <laughs> うわ何これみたいな見えない空間に入ってったみたいななんだったかもうまあそこでずっと足元しか見てなかったんで、うん、もしかしたらそれこそねぬらりひょんだとか <laughs>、うん えー、まあまあその時あのうとさの動画とか見てないんであ一応被害者です <laughs> あ今はいああ。あ、お,お礼を <laughs> あっいえんなつもりはないですけどお礼の言葉を頂い,いてるんです、ね、て僕はあはいそうですねあ,いやありがとうございます、はい、もうもう,<ご>も,うもう多分かれこれ二三十年の方からお礼の言葉を頂いてるんて <laughs> で、ね、<laughs> いえいえいええーどうまあもしくはそのごみ出し日を まあ破ったってことで大家のスタンドとかそう大家スタンド持ちの大家は怖いわ <laughs> <ん>えなんあのあ,あれみたいじゃないあのおいなんかホ,ホテルに泊まった時にあの傷口から穴開いてみたいな,なんかあのスタンド持ってるあのババア誰だったっけなあおばはん <laughs> ババアは そういう感じかなそ,そういうスタンド何だったか全くわかんないんですよねそれで鳥肌って一応調べてみたらなんか身の危険を感じた時に何か出るとかってっていうのもただもしその霊的な何かじゃないんだとしたら、うん、もしかしたらものすごい危険がそこにあったのかなって。 っていう恐怖もありまあまあ野生的な勘なのかわかんないですけどねでもそんな痛いぐらいの鳥肌痛い病気かなって思いますよねはいはいあの金沙さんっていろいろ廃墟とか行ってる中でそういう鳥肌って経験はないですか痛いぐらい感じるみたいな痛い鳥肌はないっすよああ 痛い鳥肌はないけどうーんうーんかんか「ん?」<laughs> っていうことはあったり鳥肌立ったりすることはありますけど痛みを伴ううはないですねうーん <laughs> まああ,と <laughs> あのうとうさ札の話聞いてるんだったらわかると思いますけどブワってこう左側に。 ここだけに鳥肌がぶわって立ったときは、本当にあ,あそう、そんな感じで、あの、あのなんていうんですかね、3階の方を向いている前面だけばーってなって、うん、でこの降りるとき、3階にいたときは全身だったんですけど、うん、2>, その2階、1階っていくにつれて、確か、後ろの方だけ、すごい強かったっていう感覚あるんですよ。 その部分的にっていうところからいってやっぱそこに何かあったんかなっていうねでもそ,そ,れその時だけなんでしょうそうなんです。でもう逆にもうその経験をしたんでもうその時間はもう通らないようにしてて。うん 言うたらひょっとしたらそ,のそれを言うのであれば本当にその何かしらの危険を予知しててこう危険だっていうようなことが分かったから何か躊躇をするっていうようなその行為がもうその危機を回避させたというようなこと、うん、でも何も起こってないからこれを確認しようがないですけどそうなんですねもう場所は、まあ、行く勇気が持てないですねやっぱり今はもうそこじゃないんですよね。はい、まあ まあ、場所がもう近くっちゃ近くなんで行こうと思えば行けるんですけどちょっと勇気が出ないって <laughs> <ー>ここで得た教訓としてはのゴミ出し日ルールはみんな守ろうっていうお話でしたあまあ確かにね <laughs>、うん、それによっての <laughs> 何かしらの光線を大家が出してたのかもしれないこうやってビビビビビ。かもしれないですね。かこう,こう,こう,なんかこう照射器みたいなのでブワーってああツッミ出し火じゃねえのに <laughs> 出しやがってっつって <laughs> うわって <laughs> 屋上からブワって何か出してたかもしれない。<laughs> <laughs> あのな,なんかそのあ,あれマイクロ波的な <laughs> 何かをブワーって。 あ,あるかもしれないですね。ちょっとし、なんかね、そ <laughs> うちょっと、それはない、ないでしょう。<laughs> ないかな。<laughs> <laughs> なんか、そういうのじゃないとね、こう、片面だけそんな痛い鳥肌が立つなんていうことは。考えられないし、ね、しかも、その時だけ。っていうのは。えー、<laughs> でも、まあ、もう、それで大事になかったから。 そそうね、これがひ本当に怖い話で別件でそうだと思って過ごしてたらものすごくとんでもない病気だったみたいなようなものはまたさらにちょっと怖い話ですけど、えー、そういうことじゃないわけでしょうからね。お前なんかあの新聞芸からこうドゥルドゥルって入ってくるっていう話をあのダさんとか聞いたんですけど。 もしかしてまあそこじゃないんですけどもしかしてそういったようなのがたまたまいたとか考えたらちょっとゾッとするなっていう最初はそのいに1週間か2週間だけそこにいてくれって言われたやつでしょ101号室かなんかに<ー>でそこにいなきゃ102号室に行っちゃうからとな、うん、でそ次の日次の日にもうそんなドゥルって来るからわってって逃げて その次の日にその依頼をした人から「お前いなかっただろう」って,ってなんで分かったんですか?」って,て102から苦情が来た」じゃあずっといるん行くんだって確か話になったっていう話があるんだけどそのズルズルって言ってるところにちょうど若ワインさんが居合わせた可能性っていうことだよね。ものすごなんかもう波動的な冷気みたいなようなものをふわって感じてた。もしくはそのねその区間感じた区間の。 部屋かなんかでとんでもない高齢術を何かやってたとか <laughs> ね魔王的なものを呼,び呼ぼうとしてた誰かがいたとかね <laughs>。分かんないですけどは、まあ、何を考えてもね答えが出ないから分かんないですけど、まあ、何かの危機を回避したと思う,う方がやっぱちょっとなんかこう。 よまあ、ああそういうことなのかなでこう収められますけどへえ<ー><ー>そうです、ね、ちょっと行ってみたいけどなあ、ね、あなたの場所をお教えするんでマネ、まあ、ールの方でよ,よければちょっとそ, <laughs> そ,そ,そここのこういうとこですっていうのを教えていただけるとありがたいです行きますはい <laughs> <laughs> あの明日来るに行きます、はい、来るあ来るはい明日 あ明日からですもんね朝今日今日もうそうですねあレイトはやってんのかなかな、うん、確か十12月7日から公開みたいなことを聞いた気がしますけどちょっと楽しみにしてたそうですね、えー、いや多分公開された次の深夜のバカしがらで絶対何か話はあるはずです <laughs> <laughs> 楽しみにね俺も俺も行けたら行こうかな時間があったらいいんだけどな、うん、で来るっていうね映画があるんだよ あのホラー映画がね、ちょっと楽しみですね。どんな感じなのか。あ,<ー>あ、ではではまた何かありましたね。あ<ー>、いしますはい。あ、どうもありがとうございました。<ー>頑張ってください。あいだす、はい。はい。失礼しまーす。はい